絡めた攻めなんです。オッケー、チェミケプタ。やっぱりその反応が早いので、ですね、はい。そのちょっと甘えた上段攻撃を打ってしまうと、そこを割り込まれるというところがあるんじゃないでしょうか。どこらん、どこじ？チリチリ選手はそこを狙っていきたい。チャミ、どこらん、どこじ？スパラン。トーナメントシーンで出てくることはそんなに多くないキャラクターになります。はい、さあ見ていきましょう。あー、ヒュー。まずは開幕下段を止まっている。ヒューニミラン。チリチリ。라는분이랑하네휴키님이되게화랑을엄청멋있게하거든요근데결과는들어서알아요근데보는건저처음인데한일전지금결과는알고있거든요근데어떻게이제과정이되는지궁금해가지고와먼저한라운드가져가네チリチリで既に波乱対策というところがすげーできているんじゃないかとやはり思いますよね。非常に連携が多いキャラクターなので対策するのは難しいんですけれども、うわー、やっぱりチョロン技術を盛り込んだんですね。あの技、さあ壁コンボ置き攻め重視投げ投げましたが劣勢なのはレスト。わあ、レイジを貫くハルクスキック。와템포너무빠르다하야쓰기소리괜찮습니까지금와이타상단잘앉았다와진짜멋있게때린다와아별거리조금미스났고되게뒤잡히기싫어서일부러앞으로전진성있는기술을쓰셨네슈키님와압박ここ一旦距離取る。ダッシュ遅きでやはりこのレイジを。わ、シュドル待ちめよね。くだじなけた。だが、わあ、ちゃってるので。フラミンゴ攻めるか始まるか。いや、しゃがまから。いや。正直ですね。細かく決めていきました。まあ、レイジドライブが来るであろうということを予測していたので、一発止めキャンセルに対しても割り込める選択肢。いや。空中ヒットからスクルーに繋いで。カメラ運べる。ああ、病気じゃこう。運良くへんが、あ、運良くへれ。運にあ、なっぷげ、もっかね。下段から。下段から。下を打ちに行く。ここですね、おっとギリギリ距離が届かないか。サイレントリーグが要素で効いています。またレイジの手前で止めてのワンスタイル、見事な勝負。ソリバランス괜찮습니까。チリチリタイムです。レイジのスタートもゴールブレイクをできる壁があります。これはちょっと悩んだ末の選択だったんでしょうが、パランは確かに어떻게완벽했다。저게좀거리가멀어진그거라서못때릴수도있었는데。와잘올렸다。だけど相手も得意なんだよなというジレンマが多分ベストの中にありましたね。さあ壁に運んで、うまっ。オッケーオッケー。あそんあそんでくれよ。マサさんなら大丈夫よ。コンボが非常に正確ですね、レスト。やはり韓国勢の強さというのは、あ、おそせよ。突き詰める、その攻略力、人間性も。おぐろじょん、끊어주시기바랍니다。ただこの状況的には、バルコニーが壊れちまう壁が後ろにあるのは、レスト。うわぁ。パワークラッシュ、ローリングライトキックで返していきます。わぁ、ちゃこ벽에、あんたかっけあんがんだ。わぁ、ペトン。저박수스피드는샤넬님이분명히아오라이가드しているあれがクラウト大変なことになります。ゲームがラウンドが終わってしまうだけで。들어가면이번라운드는슈키님이되게압도적으로와이때리기어려운데이거와센스봐와센스봐낮은벽광이라막타안들어갈거알고와진짜멋있게때린다無限ステージを選択、壁がありません。試合目ではこのレストの壁コンボのうまさ、浮かせのうまさが出ましたからね。無限の選択からうなずけるところでしょう。始まります、決定戦。눈맵이네요、이거。무한맵。2점、2점딱인가？이번라운드끝나봐야겠네。おやめだ、풀고。おぉ、うわぁ、뭐야。おぉ、결론도。わあ、ロエ、わかった。ダンス確定反撃どうすんだ。おお、反撃もじ？もう乗りんがじ？いやー。フラインター抜かりなし、抜かりなしですね。チリチリすげえ。投げ、クロア、蹴った。와, 와슬라이딩확정아이고되게샤인이이번에좋아진그거랑非常にコマンダー複雑ですが、
そして、午前中にも、あ、양자보호눌러서맞네그런거같네요アーケードスティックではありません。パッドなんですね。パッドプレイヤーです。パッドでこの正確な動き、むしろミスがなくなる。パッドプレイヤーが何の意味なの？パッド？ダメージのつなぎ。そして置き攻めは。おお。完璧な読み勝ちです。チリチリ。방금아는단어하나나왔다오키즈메이지선다下段さばきが多い分ですね、レスト。うん、これで下段さばいて壁に行って、壁の連携っていうのがやっぱりない。あ、パッドの意味が PS4 コントローラーの意味ですか、パッド。しまいますよね。クラッシュできるのかどうか。このまま行くか、チリチリ。わあ、승부수그렇다。倒せる選択肢。打ったかどうか。お、倒せる選択肢는그말이네。쓰러뜨리려는선택지이말이네。チリチリが。와、잘한다。お見事ですね。やはり1試合目の特に전띵님이랑더블선수인가보다。キャラクターは僕は알까。あ、저복장뭐야？복장왜저래？あ、여기도복장이말이아닌걸？可愛いプリセットを使っていきましたね。あんまり黒い見ないので、そういやプリセットがいっぱいあるんだな。そうですね。カスタマイズが둘다。割り込みながらカウンター奪っていったのはダブル。すでにタリスはついた。しゃがんでる？うわぁ、カウント。いやぁ。まあ、知っていたとしてもやはり。わぁ、今日韓国選手들、벽이안도와주네。知識としてはあっても、それを手に反映させるのはなかなか難しい。おぉ、やばい、끝났고。わぁ、벽이야。壁がいい位置になりました。サイドですね、はい。どうなるか。いやぁ、ロングナラゴロ、メモリー、1ラウンド。相当厳しい。黒にとっては新下段、本当にいい下段ですよね。저도일본선수들많이는모르는데근데대회에자주나오는사람들은얼굴이좀익숙해요勝負どころでしたね。ダブルは守っていますね。膝ヒットさばいている。와왼오퍼커킥을왼오퍼로다끊었어우와잘들었다우와이게로우어퍼가진짜좋은게뭐냐면식스때부터그랬어시계명으로치면여기로가고반시계로치면이렇게가어퍼가이렇게가로우어퍼는호민기요거의黒やはりワンツーだったりジャブジャブからの攻めが強力ですよね。実は小技が優秀っていう側面はもう登場時から通してあります。ラッキークロエ。そして中段どうすんだ。あー、さばいてる。スサミルを打てるって思ったよ。実は打てらった。壁が必要でしょう。ライドで運んでいきますか。んまもれー。あいご。わー、ロンナラク두번째。無理やり来た、ジョンディン。방금、이거자세나왔는데。이거자세나왔는데。対極感重視というか勝負強さで戦ってきたプレイヤーですね。そうですね。レイジアーツの当て感もありますね。おー、うま。まず先手を取ったのはこのジョンディン。おー、すげー。さらに壁が見えている。おいしい。さらにこの石棺バッチ、これは抜けた。スマッシュから細かい。はかなりついています。だがラッキークロはとんでもない火力も合わないんですよ。2択。おお、レイジャーチュンダンファンジョストロドラマジャンプが間に合わない。ラッキー2択になっております。はい。あ、ラッキーあにね。そしてクッタからおおして有利。いやー、センス。本日全勝だったダブルを破り優勝したかのような。あ、재밌어보인다。ダブルの中でもうできたと思うので、ここからどうなっていくかですね。ダブルが選んだのはあ、お気に入りステージのあはダンスエクステージですね。延期ステージ。最後か、저두선수가같은팀이네。둘다 UI UI 아닌가。ロキック等々の存在が接近戦でただ打ち合いだけだったらローに対してもやり合えるぐらいの戦。ああ、들켜。와、잘놀랐다。ただそれに対するリターンがないだけだ。되게모르면못하는。와、세게들어가고。와、벽이진짜한번을안도와주네。ただレイジになりました、ダブル。そして対してジョンディは。와、ロンナラ。세번째야、세번째。やはりこの下段、新下段。はい。これの打ちどころですね。リスクはあるんですが当てれば問題ない。うまくこのダブルのガードを崩し続けています。うわーカウンター。さあ下段キックカウンターからよかなよ飛んでいきます。壁コン。わー진짜壁の状況が上から振ってくる。うわーハイキック迷わず暴れていく。これはどうでしょう。壁まで行くか。
壁近かった。壁攻め。わあ、あわあ、벽에서로도진짜엄청악마라서짠다。先ほど中段発生だったですけどね。はい。あ、いや、감사합니다。들어가세요。メバ勝てる。うわあ、素晴らしい。クロエ対策というところがまとまりつつあります。はい。頭の中で知ってはいた。うわあ、センス。手に反映させられる。벽에막타그수일안들어갈그벽그거상황이라그렇게때리네やはりしゃがみステータスを多めに使っていくのはジョンディのクロエ。ワンツーにビックっていうのは嫌ですからね。わあ、질렀는데。おお、バーブルしゃがんで。どうなるだ。しっかり。ああ、やはり3発目。うわあ。残りますよ。2択。おお。どうなの？いや、いい。대박。お互いに。되게레이자츠가안나갔으면은진거였네와저거리기네와자이제존딘리치됐어존딘원투가로오안쐈다와쩐다진짜잘한다와상단일줄알고완전그런데방금양쪽풀고相変わらず劣勢のダブル。あ、ちょぺたの文字？投げ抜けて。どんなら残るぞ。どっち中断だ。ダブルを破った。すごい。すごいチームだなこれ。確かに。立ちポーズの真似してるんですけど。그거킹오브에보면。格が違いすぎる。킹오브파이터의쿠라이기면은그자기가족들나와서막대신막세레모니해주잖아요그그느낌인줄알았어요決定戦後大将戦に각국라이프獲得できるチームの権利ですね目が出てきます같아요진짜너무잘해요진짜너무잘함뒤에서입벌리고보게돼요그냥登場です샤넬ザフィーナ하지면마셔올까ザフィーナは特殊な構えを持っていること開幕から強気のプロペラうわスクリューアイゴーミスもうやり合うということうわーグッパルこれもう最終戦向かうようなやる気満々ですね技打ちがお互い出ております。4か、うわー2번은안됐네さばいていきました。下段をさばいた方がいい。これ진짜엄청난집중력이다。그걸막았네。ジョスト。しかしレイジドライブがさほど強力ではない。うわー、モントン爆地。で打っていきましたが、ここは冷静にノビが対処してきました。レイジドライブのいいところが発生14フレームとレイジドライブ界でも屈指の速さを誇るんですが、はい、リーチが短い。そうですね。ただただとりあえず打っておくというのは乏しい性能です。まあ一応空中コンボにもちょっと使います。うわー、潜っている。これがザフィーナの持ち味の一つですね。潜り性能。역시잡히나야와벽곰세고아까저게일반캐릭이었으면은가드가됐을건데잡히나라피해져서 우와와기사포들어갔다先ほどから潜りもありましたからぶっ放しワードとしてかなり信頼度いやー判定アップ高い信頼性を持っているでしょう。状況を確認しつつおおやっぱり状況を確認しつつなんでミスがないですよね。当たる時だけ2発目出してるんでひとまず1発目は入力するのでそんなやれば2発目を入力するという細かいテクニック。これでシャネルがリーチへ。さあどうするノビ下下から潜っている。わあ、벽이또안안떠졌다。와역시여캐릭이야。저기가드가안돼。ノビどうする？アサルトマイ。これはしっかりとカード。うわあ、クッキー。二の矢が飛んできた。決まるでしょうか？スドクロデッシュ。잡히나クッキーがどうして異質感が出るし？親子丼ですね。親子丼です。はい。ぐちゃぐちゃにしてくれましたね。ぐちゃぐちゃにしてくれました。マジでぐちゃぐちゃですね。リアクション천재천재リアクション천재쩐다。ドラグノフ。まあドラグノフ確かに。ね、ちょ손에묻히는거싫어해가지고과자를젓가락으로먹습니다。シャネルもそれを狙って打ってる節があります。군인어떻게했나몰라。저손에뭐묻는거싫어요。今度はステージを選んで試合目禁断ジム。와하단두번우와횡쩔었다벽광됐네아이거는재벽광할까말까하다가생각이많았나보다
最速で技を切り返すことができない。クロスカウント。ペクティシダマだった。カメラに向かって左手を伸ばしている。いやここもリーチが短いっていうところがちょっと聞いてしまいました。そうですね。まあ、技によってはああいう状況でも追っかけてきたりすると思うんですが。ノビの一瞬左横移動がかなり機能しているようにも見えます。そうです、そうなんです、素晴らしい。韓国もそうですよ、韓国もそうですけど、2LK を、はい、ここはあの左横手であの前に越してた場合多くの技が当たらないんですよね、うん、何かが出るのか嫌いな。クリームキローキック、そしてロシアンフックアサルトという動き。ロシアンフックアサルトもかなり潜られづらいですからね、はい、状況があるとすれば横移動から右アップを入れ込むなどしないとなかなか潜ることはできないです。やはりこの下コンコンソメまで、ね、そうですね。ポメルであるとか左横移動が非常にうまい。わあ、ペカイ配置トラゴンプラザ。ノーザキナ対策というところをここまで見せて、はい、2ラウンド、ね、そしてこの3ラウンド目もトルキデリンかペコンボですね。モフル。누구의호스팅인가요혹시저그거못봐요지금호스팅이누군지좀알려주시면안될까요여러분들아촉수형이구나아촉수형님방송고생많으셨습니다네네어서오세요やはり、まあ、それはザフィーナだからというわけではなく、うん、通してですね、鉄拳は無限ステージであるならば、わ、방금옷에물다젖었겠다。はい、옷에물물묻어서무거워졌을듯。그런사실성은없나？방금ザフィーナ、옷에물다먹었을것같은데。ヨガヨだったらまずい連携。ヨガヨだったらクリアして。まずい連携。行きました。セメント連携ですね。はい。しかしこちらもダルシムで対応、通称ダルシム。ミドガルゾールムですね。世界ヘビですね。攻め込んでいく能力は。うわ、うわ。やはりドラグノフか。うわ。ここで勝負を決めるアッパー。パジアシだがまずいなってね。ノミはこの1年ぐらいで右アッパーを普通の中段として多く打つようになりましたね。はい、かつてはあのトスラだったところが右アッパー、リターン重視になって。確かに。さらに加えて言えば右アッパーであればザフィーナ確定反撃の相性的にあまりリスクがないですね。うん、ガードされてもオッケー。わあ、これは確定反撃じゃない。邪魔なんで。無限ステージでも序盤はノビがいいペース。うん、うまい。ダッシュしゃがみから。うま。本当うますぎね。テストは。走り込みますよスター。うわあ。これはガードしてるか。マグンこと神経。ですけどかなり体力差はあるぞ。ただこのザフィーナこのカーストクローという技の存在によりレイジンで食べなくても火力はかなり出るキャラクターになります。おお、しかし確定うまっ。発生14フレームを生かしました。しかしリーチが短いところから言いましたよね。なのに、うん、当たると信じたんですね。見事でしたね今の距離の判断。短いリーチの技を当てるのは非常に難しいんですけれども見事でした。流れ変わるかもしれないですねこれ。そうですね。おっと、ああちょっと足んなか。流れ変わったか。やはり小技で体力を少しでも奪ってやろうという動きをクリアしています。ロシアンフックアサルトが攻め込んでいくのノビ。そこに対してやはりこのザフィーナはパークッションなどを使いながら対応ノビの攻めを防いでいます。お互いちょっと前に行きづらいですね。うわっ、お互いから無理。ゾッとする。 YouTube ごと感謝だ。うわー、どうなロストムジングで。おーっ、ミスあるぞ。ドライブステージ上昇飛翔。おい、それも空中ヒットからアドリブ。まだあるのか。繋いで攻め込んでいくのノビ。下段さばき。迅速なアサルト。わあ、グッパイ。わあ、変身目グッパイなんで。使用対応。冷徹。相手のミスマッチです。シャネル、そして韓国 A チームがリーチです。あと1ラウンドでライフ獲得。決まった。じゃあ真相ドラゴンノープじゃない。내가드라곤오프했었으면아마기장끼겠지싶다。근데양손으로들이켜야되네。どうするシャネル。左横移動かわせない。あ、完璧ですね。ローキックで対応。完璧な対応。うん、危ない。アッパーをしっかりとガードして、だがバックダッシュが早い。シャネル。방금원원의실수겠지？포환했으면됐을것같은데。浮いたら、おお、またスリーライドカウンターヒット。残るが。うお、センス。まさか。いや、저것이드라장인의패턴인가？ドラグの使いしかやんないよ。そうですね、これでフルラウンドフルセット。勝った側、そしてチームが追加ライフ1を獲得することができます。非常にでかい1ラウンド。アサルトノーマルヒット。
逃げ体勢シャネルだが体力移動がきついか。こうなると逆にことはシャネルが何か当てないと。あ、어떻게되지。진짜두두선수다진짜떨리겠다。저때머리가진짜하얘져요。피차이저렇게나면은1대1상황에서。오자피나의백다시자피나의백다시레이지가終わってしまいましたよね。もう一回浮いても、설마이거역전하나。うー、集団だ。あれは出ない。これはどういうか。うお、うわー、やって、しかも勝利を目の前にして一度足を止めたぞ。ノビ、와저거는진짜샤넬님이저스트딱들어갔으면이기고끝난거였는데저스트안들어가서판이뒤집혔네。와와아깝다。한국철권의역사다。5때진짜무릎님브라이언진짜진짜환상적이었는데。신영이랑철권식수할때였나그파이브무릎님그브라이언영상보고둘이서막우와우와그래그랬었는데。이세트났다죠。しかし一先ですよ。アンドさん、はい。じゃあ2位がメインキャラであるブライアン、大会で使えない理由が、あ、トッピングアッパー。はい。まあそうですね。キャラクター的にも、その相手を荒らしていくというよりもやはりその、おお、わが敵って完璧だ。小技で相手を抑え込んでいくというところが得意なキャラクターですから。対応キャラクターですね。はい。攻めコーナーはあまり得意じゃないんですよね。しかし、わあ、いこれ感じよ。開始30秒からわかる防御力。ミスのない確定反撃。うわ、カンボ。ちょっと待って。上手すぎるぞ。カンボが高い。うわ、あ、あかった。おお、설마。終わりだ。どうだ。どこまで減るか。살것같은데。お、그렇지。二択どっち行く。どれ。16歳年上に早打ちをさせた。冷静。ゲン。一覧の目としては非常に面白い展開になりましたね。お互いにうまさが出る。でもクロスバズーカからスマッシュ、うわー、うま、狙うのはさすがですね。さすがでしたね。当たる、そのできていれば終わってましたからね。サイドを狙ってきたに、ただ壁際、壁が優勢なのゲン。インタビュー動画でもありました。今回はわー、ブライアン相手너무잘하는데。えー、죽었잖아。わー、나락보다슬라이딩이더좋은것같아。추가타까지생겨서。またこのうまく2位のミスを誘えてる。そうですね。2位も結構いろんな技を試しているって感じなんですけども、このゲームのディフェンス。うわ、カンボ。上回っています。でも2試合選手なんで、先に剣は試合取りたいですよね。採用が間に合う前に。かなり。わあ、あにララコ、처음부터예상하고저렇게때리시네。ずれてきています。だがここで。の攻め、しゃがんでいる。ウースマどうなる。スライディングいくか。そうですよね。え、설마エルドツンで。しかない。この体力差。しかしこれで2位はそのスライディングを食らったことで壁から脱出することにも成功。届かない。おお、わ。確定ローキック冷静に決めていきました。2位。空間把握の神。저지금처음봐요。とにかく本当にリスクを嫌った動きで、もうどんな。결과는들었는데。처음봐요。あの本当に意思が伝わってくるようなプレーでしたね。最後。本当にその意識外の攻撃を繰り出さないと。空間把握能力の前に自滅してしまうというのが2位戦ですよね。ただここまでゲンがかなりやはり先手を取っています。はい、小技の打ち合いでも負けておりません。モビングバーラーは長い下段、シャヒンは長い下段であるサイレントリゲルがあるのはかなりいいですよね。飛び込みやすい。さあワンコンボ圏内の2位だが、おミドルキック離していく。ハチェット、ハチェット、あー、繋がった1試合目は取った。チームジャパンゲン、しかし12月に行われました鉄拳ワールドツアーファイナルでは、잘한다、わあ、잘해、잘한나라였는데。鉄拳神を超えられるか。じゃあ、모든나라가다잘하는것같아。試合目はかなりゲンのペースで、中距離戦で小技の打ち合いところをスコロが進みました。まずは集団から入るのはゲン。うわあ、ジャブジャブジャブ。ヘバ。何読み？何対応なんだ。ちょっと巻き戻さないとわかんないですね。神対応だった可能性もある。神対応だった。何対応じゃない、神対応か。小技で剣の攻めをいなしながらダメージを与えていっています。わあ。こんな鉄拳。あ、分析が너무빨라。あか、ジャンパーね。剣選手が。壁も近い。十
중단이 너무 안 맞으니까 이제는 아예 전략을 바로 바꿔서 무릎님이 하단 긁으면서 하고 있는데 초핑 카운터가 한 번도 안 났잖아요. 분석이 진짜 빠르시다. 우와 이거 마무리. 이야 오졌다. 와 아깝다. 와 うーん。わあ、별광난다。わあ。데미지봐。あとほんの1センチでも壁に近かったら入らなかったでしょう。원제받고커킥반응봐와저거스팀이었으면맞았을것같다플스플스라서ラウンドごとに2位をかなり戦い方を変えながら技打ちを変えながら動いていますが、ここでゲダンさばきやっていこう。技の配分が全然変わっていますね。むしろゲンはでも一定して、うん、そうですね、いいペースで戦いていく。うわぁ、ずらすぞ。これはライトニングブローディレイを生かしたジャブが遅れてしまう読みのしゃがませてあるタイル。半タイミング참은거봐。わぁ。さあ、ゲン、これでリーチ。鉄拳を超えられるこのラウンド。ライトニングから入るが、しゃがみパッチ。スイーパー打つのも怖いでしょう。ここまでかなりスイーパーをさばいたところから、はい、勝ちにつなげていましたね。そうなんですよね。ですけど打っていきますよね。2位はまたも下段。うわー、うわセンス。キック。懐かしの連携。パッチヘッドはガード。ただここで0状態のゲン。여기서？ワンチャン3か？え、설마？でどっち行く？投げ。抜けて。ドライブが突き刺されば終わるが、うわあ、あ、どっち？レジ。ドライブ。ムナリオ、ムナリオ、ムナリオ。どうだ？時間はあると。お、내가나떨린다。近づけない。ステップインハウス。わあ、떨린다。片やバックダッシュに。ジャボケ。届いた。サイレントリゲンのセンター。思いが届いた。韓国の鉄拳神2を打ち破ります。19歳。チームリキッドゲン。구름님이이게일본에가셔서한거니까좀피곤하셨나봐와근데진짜둘다개잘한다와씨쩐한다아니그아까그캐릭터나오는데돈이많이든다고요왜요하나도제작비가없을것같은데ピースっていうのはそんなにちょっとイメージなぜそうですね、やっぱりその 2D キャラクターはちょっと少なめなのかなって印象ありますよね、韓国。そうですよね。あ、モイルの意味が、あの、名前の意味ですけど、少し違います。あの、少しあの、韓国語の変わって、モイルになりましたモイルが本来の名前は名前じゃなくすごく韓国でうまいキスユーザーですよそうなんですよ逃げれる疾風拳を使ってくるときにそしてワンツーニャツに中断になっているそうなんですワンツーの何が強かってギースワンツーニャツに中断なんですよねさあレップまず近づいてくるカレーだがダイヤモイル選手も진짜猛力팔아가지고진짜잘해요되게壁まで運んでいけるでしょうか斜めになっている壁攻め継続チームコリアモイルここはあ、でビスディス벽탱은진짜좀무섭다。안기도그렇고、그이거이거때문에안기도그렇고、와알고있었어。早速使っていく。
ったがまだ1本あります。これはどうだ？うわ、いけ完了時。わー、いいね、한번에뒤집히네。あれであれば、기스랑갈류랑다를게뭐야이한번에끝나고아유너무무섭다이択になっていますね。アッパーとあの逆は積みパンチの二択、これに読み勝ってきました。さあカレー選手は、心系を。キスは自分で取った。見事1万円獲得、おめでとうございます。ね、간류도충분히좋아가지고。ね、간류キス붙는건처음보는것같아요。というのも간류ってそのアッパーからアッパー LP とアッパーアッパーっていうとんでもない豪快に戦いできるんですけど、はいはいはい。そこ今シャガパン確定するので、ああそうですね。細かいターン取れる技術。わあ、ゲタゴリエ퇴세까지다넣었다。なるほど。アッパー打ちづらいっていうのもありますね。わあ、ムービングバー、わあ。お、번개맞으면？벽가면이제죽을것같은데。どうだ？ああ、わあ、그냥깔끔하게벽살려두고。そうですね。くらいの体力ですかね。バルコニーは壊さずにそのまま倒していくことに成功。しかしここは간류가이기노。カレーが選挙取ります。わあ、간류야스티브야이거。간류야스티브야。もう半分減ってるぞ。いやーセンス。ジャイエケンというかなりマニアックなやり込みの伺いつなぎ。ジャム。なんかイメージじゃない。さあレイチ抜けている。おお、カウント하면。わあ、벽이안떠졌다。どっち？おお。うそ。ゲダウアテミ。떨었다。わあ。어떻게저런판단을했지？와。진짜알고있었다는듯이하단을썼어와하단하단을생각해라니까저도요미야도요미야도왔다는듯이요브레이즈나이트요미가치를こう見せつけてきました모이르そしてここでカレーはアリーナを選択はいカレーのプレーも悪いところはあまりなかったですねいい内容で進めてはいけましたが多分モイルは勝ったわあそれから2つ目をさばいていきますモイルこれはカメラいけるかちょっと近かったんですけれどもダメージは十分軸をずらしながらわあ、ちょっと距離感も違うわあ、セダダメージ重視位置は入れ替わるんですが実ダメージ重視していましたそうですね壁を背負うので本当はやりたくないのが大変さかなと思うんですがいやーたくさんあるので、はい、より本体リードを広げようという動きでしょうか小技の打ち合いにも自信ありとはいさあ、1対0で韓国チームゲームカウントも1対0うーんかなりゲージが一本溜まった瞬間に中断アテミっていうのは非常に理にかなった動きでそうですよねうわー、번개차기ヘル中断アテミにしてたんですよね、今ねわー、レイジ안만들어두고レイジにはならないからわー、끝났다そう、リターンが取れる飛びを的確に使っていきますこれでモイルリーチジャブジャブから逆ワークツーあーうおーグラつかむガックで抜け간류ボイル抜けじゃ1本たまった状態저게데빌하도이기던데간류저게다덮어버리던데무조건간류가절대판정인가다가近づけないですねカレーシュリクレスボイルうまいセンスアテミの隙を捉える素晴らしいサバオリジだったらあ、데미지너무센거아니야데미지も強力です스티브폭스냐고근데기스라서모른다한번띄우면이긴다이거와개타구리기두개기두개기두개야쓰나안쓰네와それだけの火力を今ギース持っていますモイルゲージ2本もうカレーは知識圏内ですよわー圧迫パラおーうーったーくなった非常にキリンさんから EX しっかり使って倒しんだーカレーまずこのグループ C は韓国チームモイルがあー、イギメンのチャリ바꿔야되는구나いやちょっとギースの火力わーモイル を生かすのが非常に良かったですねはい다들플스를먼저샀었는데스팀이인기가더많아가지고다들그때후회했죠사람들이오리로이7트와일라이트콘플릭트
アオ選手。本当ジュリアに対してさばきって有効は有効なんですけど、はいはいはい、まあ、痛い目を見ることも多いですよね。はいはいはい、カイン強打ですね。お距離もであるのならば結構距離を見つつ、わあ、こい表現表現じゃそう。だったいいかもしれないですね。確かに後ろ LK とかはリーチが長いけど遅いので、そうですね、っていうのはありかなと思います。さあ青のリロイの特徴的なプレイがこの独歩天馬、独歩天馬で相手を惑わすのが。特徴的な、うわ、リスクをケアしつつ、まあ、なんですけど、これでかすぎるの、うわ、待っていたか、ヘバギだ。やっぱり独歩中のあのホーミングの水面蹴りが、まあ、やっぱり前傾に対してすごい強いですよね。そうですね、あれを差し込む瞬間を狙いつつ動いてこなければ攻めるという、そうなんです、あれを止めに行くと中段がどうしても当たってしまいますし、まあ、ホーミングなんで横を、うわ、ちょこり感じだった。いいぞ、青。そう。出し切って、ここでしっかり重要な感覚を入れる。おぉ、しかし、ラッチといえば、鉄拳ワールドツアー2018王者。はい、ねじ込むイメージすごいありますよね。そうですね。おぉ、当て感に。根源。ただでは負けないっていう。今のところそういう部分が出てないにもかかわらず青と五分っていうところでまだちょっと不気味な雰囲気がありますよね。まあ、本人短いスパンやと、まあ、どうしてもパンダはちょっとしんどいから、うん、まあ、安定してるジュリアで行こうかなっていう話をしてたんですけど。なるほど。ですけどやっぱり結局12フレームの気絶寸計がある以上パンダが言ってた、ね、6万ダメそうだ。止めるのはできないね、運んで、うまっ、うわうわ、パタッと飲んごや、あ、完璧じゃないですか、100点満点かな、100点満点、拍手です。なの、レコルンなしぽんで、くっ、刻らったら出るんごやんね、ハンデとってるよ、基本補正でしたかね、はい、しかもその直前に、膝パパパンで運ぶという、やはり、勝ってる状態で杖を使ったっていうのも大きいですよね。あ、そうですね、はい、確かに、その1ラウンドを確実に自分のものにするために使っていきました。わあ、センス。상대가맞은것도되게너무많이알아서맞은거예요그러니까하단긁고그거하려고이지랑생각하다가맞은건데지금맞은것도잘한거야지금와센거맞다割るのかな。わあ。からのスクリュー。スクリュー。かな。飛びすぎだ。混乱칠뻔했지만갈수없었고。どこへどう逃げて。お。いや。わからないぞ。逆転だ。突然の。どうなる。デイジーが発動してるのはランチュ。しかしどちらも浮かせば即終了。おお。あっと。二発目中だ。おお。おお。ああ。勝った。つま先がランチュに突き刺さる。先端対決の打ち合いで我慢しもった青くんが。いやー、日本選手もんちゃらんだ。確かに青は得意で。これはこのリロイがノップができへんので、발동이ノップ된게없어가지고。그래도좋은실력이야。12フレーム各班の RP からの後方取りで相手を壁に背負わすこともできますし。そうですね。はい。확실히이게플스대회화면송출이라그런지되게깔끔하진않다오또오또しっかりガード俺は東照ゾーンを見誤ったかランチュ와세게때리려다いやしかし青これでかなり試合展開はいいんじゃないですか。오확정ランチュが差し込んでこの状態の腰んちゅうがね、いやはい、フレーム無視攻撃早い長い隙がないですからね。そうなんですけど判定まで強いっていうおまけ付き。ああいう技は相対的にソーリーも取られづらい、当て身取られづらいですよね。うわあ、カウントだ。こういうのランチラッシュですね。わあ、コンボ戦強いんだ。ちょ、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 ああそうですよね、はい、なんか怪しい時だと右横しゃがみ立ちみたいなことやって、戦士っぽく警戒してるんかなっていう感じですよね、うん、なるほど、奈落がなすね、リロイが、リロイ奈落ちてどんで、さあどう、あ、番組ウィークエスのワダスカップであんが、うわー勝負ぜー、
さあこれでランチュが取れば1-1のイーブンですかね。1-1のイーブンですね、はい、これですね。しかし劣勢ですが、リロイはまだまだここからでもわあ。まくれるんだけどね、はい、まくれるんですけれども、やっぱり逃がさない。あっと2発目だからなってしまった。ロハイ、ああ、ね、1点飛んだ、まあ、まずは1本取り返しましたら。しかしこのステージはランチョもやりたかったステージだと予想できるんじゃないでしょうか。そうですね、やっぱこのドラゴンズネスト円形のステージっていうのは得意な人間キャラクター、うん、いっぱいいますよね。そうですよね、まあ、円形のスタンダードなステージ、はい、さあワンチから拾っている。さあ先に飛んだのはランチで拾ったのが青。おっと難しい、難しい。ジャブから相手が、うわー、曲がった。フレームが1フレ足りない。そうですね、さばいて、どうだ。やっぱりさばきを多用してますよね、うん、そうですよね。やっぱりさたてりをちょっと벽으로나가는준마찰보다좋다へ。これかどこまで。おっと修正分足りない。わあ、上のポン修正分ね、修正分足らなかった。地上で杖は10、そして烈神剣もちょっとやってるんでしたっけ。ほうほど下がりましたね。リロイヌ저거できないけ없나보네。下入ってわあ、ジョイズ진짜없다。対策してますね。素晴らしいですね。はまんね。あれをスカシ確定に使うってことは、例えば内転放水をスカ確定で使うよりもリスクがない。はい、それにあの冗談でしゃがまれるリスクもあるので、はいはいはい、その意識してましたね。早く早打ちの意識っていうのがすごい高いですね。おお。しかし難なく取り返していくのはランチュ。このジュリアの入ったのトゥースも暴れも。ね、まあ、ガードで浮くんですけど、うん、判定も横にも強くて、うん、いいですね、便利ですね、はい、うわ、あ、しかしトークラップ発生早っ。ジャンキャンを忘れない。うわ、発生を早く見せるためのテクニック、はい、ジャンプキャンセル、これを使っています。モーションを小さくするということですね。きちんとジャンキャンしたら14フレ出てるので、ボディいらないじゃんっていう。そうです、最速見た目は14フレになる。そうなんですよ、ですよね。わあ、さあランチュリーチですね。さあそこで聞こえるこのミュージック、このステージ、そこで聞こえるミュージック、細かい技打ちで、あ、うまくパケンゴのオーバーね。こういう状況からランチュにまくり返されてるシーンが多いので、うまっと先に当てていく。ファスト中 RP から、うまっすぎ。コンボが멋있긴하다근데コンボが멋있긴하다リロイ。この連携であります。これでファイナルファイナルラウンド多いですね。ファイナルファイナルラウンド拮抗してる証ですね。下行って、裏切りの、今まで打ってなかったから進化じゃなかったか。気絶すけからの壁コーン補正切れなので、気絶め重視。うわー、左打つ天砲炸裂からのちょっと届かないか。うわ、運びすぎ。パリジャイマさんだった。ツーミドルわずかして、ここしっきり。どうだ。おお、そんなんだ。どういう意味？いいバックダッシュ、いいステッピングアウト。守りに堅い青。当たらない。だからランチは攻める。前に来るぞ。うわあ、あ、あんまなかった。うわあ、エバ。なんか、あか、破断들어갈때이긴줄알았는데。피가남았네。와쩐다。チーム C、グループ C、韓国の勝利となりました。ライフを取る。おっしゃる通りですね。本当にその通り。ウルさんのそのファジーガード関連と、はい、移動のスピード、最速バックダッシュ、最速横移動が。移動のスピードなんですよね。教えて差し上げます。手ねご応じね。テクニックが非常にあります、ウルさん。昨年12月、まあ鉄拳ワールドツアーファイナル準優勝であります。世界で一番悔しかったかもしれない。탁해저선수도카짐이엄청잘하던데아そうですね、豪気チクリンの豪気に敗れました。なんでその時日本に敗れた韓国の、若干20歳、うわーカウントル、ウルさん本日リベンジの時です。しかし先制してタクリンが判定してカウンター取りつつ、この대회에서가짜쓰는거는좀多分初めてだと思う。あ、初めてです、はい。거의뭐점수를던지러간다이런느낌이죠。연습도엄청많이해야되고연습하는거에비해
연습하는 거에 비해 많이 얻을 수 없는 캐릭터인 것 같아요. 그리고 이제 타케가 우르산을 타오세바 그게 재밌어서 저도 하고 있긴 하는데 와 잘 들었다. 그래서 가즈야 피닝률이 많이 없는 것 같아. 그래서 고르는 사람들 보면은 더 재밌게 보는 것 같기도 하고 사람들도. 와 저렇게 때리면 진짜 계속 기다려야 돼. 스티브가 뭐 끝날 때까지 다 기다려줘야 돼. 이건 하이키가 한번 카운트하면 우와 호퍼컷 기리기리 타이력사대 마저 1시험에 타케가 리치 얻어냈다. 타이력의 나사가 좀더네. 근데 그 기원초가 예전에는 진짜 쓰기가 너무 어렵고 그거를 한번 쓰면 데미지가 진짜 초 고데미지가 뽑혀서 사람들이 열광하고 그랬는데 이제는 기원초 안 써도 다른 더 세고 좋은 캐릭터들이 많아져가지고 기원초가 터져도 별로 그런 게 없는 것 같아요. 옛날부터 철권했던 사람들은 기원초 보면 우와 기원초다 이러지 요즘 별로 막 반응이 없는 것 같아요. 와 관식의 무빙 야 잘한다 너무 잘하는데 左手によるプレッシャーがやはり竹を持ってしてもウルさんの方が上だと思うのでここですよね。ステップインのプレッシャーだけで多分陣取り合戦は有利になっちゃうんですよね。ウルさん、ちょっと怖いな。壁攻めはやはり風の方が若干強いかなっていう感じはあるんですけど、うわー、ぶっ飛んでった。第1ラウンド取りました。ウルさん次期韓国最強候補と言われております。最強の若手、フルさん。小技ですね。モフはなく出していく。反応いいですね、ウルさんは本当に。フィジカルで戦うプレイヤー。反応の良さ。日本の해설자들이울산선수반응이좋다。フィジカル싸움이다래。本人の語っている分には反応に頼ってしまう。わー。そこ関係ない領域で戦われると勝てない。といったところ、まあ、見えない逆をで判断攻められるとそういうことなんですかね。そうですね。そういったところが本人強いところですが。どう？すげえクイックを乗り越すんがあって。クイックが상단이고ホップ컷을때상단에피가좀있으니까乗り越すんが。わあ、おてわんの。질렀다기보다는퀵크골타이밍을노리고쓴것같아요소리샤가무노가요みたいな感じ소리感じですね퀵크골샤가무노텐카이력もあるんでやはり壁ありの方がいいような気がするんですけど竹くんはね앞머리진짜신기하다어떻게앞머리가저렇게돼있지옛날나고등학교때학교다닐때애들이깻잎머리한거랑좀비슷해보이는데일본스타일은저게아確かにそうかもしれない그깻잎스타일의그건가それって拮抗してるって証だと思いますよ。レベルがレベルが拮抗してるからこそ血のりが少しでもある方が오이타질났다우와라켓띠走り込める切りましたねタックル아M 자구나スラグですね結界でありますこれは福士さんです。福士ですよね。福士さん。カズミ、カズミ、머리가혹시이게이게이게머리털이아니라이게머리뼈인거아니에요이렇게걔누구야엘리트건달의카와이처럼이게다머리뼈인게아닐까それでも手を出しませんでしたね。落ちても良かったんちゃうかなと思うんですけど、やはりそこでも一歩まで。わあ。最近スティーブかなりやり込んでますけど、かなり仕上がりいいですよね。まあ去年からスティーブ。常山コンチコンチ。아엘리트건달보셨어요여러분들거기에카와이나오잖아요걔는머리가진짜머리털이아니라머리뼈가이렇게되어있잖아카즈미도혹시그래서저렇게머리스타일을고수하는게아닐까머리풀면요괴인거임
おお、できた、完璧だった。確かに。1対1です。いやあ、ボギーちゃらった。空振りの硬直にしっかりと勝てないかつき。細かいですね。自分が好きな技が多いんでしょう、ね。細かいですね。ああ、でもそういう気がしますね。ローリスク。あっと横移動。でも細かいらなんて話るいらめんそう相手なんで。踏めない。わあ。カウンターどうだね。どちらも。うう。倒してしまった。ペグパンチ역시배틀그라운드Do you know PUBG? タケです。しかしハイキックですね。挨拶代わりのハイキック。三割を奪って。ジャブジャブ。きた。追撃安定。ドラゴン。しかし壁なしですが両者アグレッシブに攻めるので時間切れの要素が今のところ全くないですね。確かに。しかもこの防御力の相手にしてタイムアップなし。そうなんですよ。手を出さない時間っていうのは確かにあるんですけども一生お互い下がってる時間っていうのはないですよね。確かにそうですね。勝ってるルさんうわーボイさあ確定からのわー저기때리면パッて見ごな저기저렇게쓰라고 있는기술이었네처음에스티브유저들이이거되게막히고떠서뭐안좋다뭐이러면서되게욕만했었는데근데와저렇게또할수있네바닥때문에와쩔었다연구를얼마나했는지보이네이거다1번目の샤가미스ですか亡くなったことで特にこの冗談が強力なライフ싸움때문에걸린거구나攻め込みづらくはなっている確かに4両パンの置き技もかなり重くなってるので、はい、ソニーファンでアドレス側が取りやすいんじゃないかなと。さあ始めました。まずは攻め込んでいくのはノロマのリロイですが、ここに対してやはりこのシャガミスタス楽そう。シャヒンじゃなくスティーブロ하시네。スティーブ도워낙잘해가지고。スティーブが어려운コンボ。モハイニム。ここでまずは青ガゼル。攻めますね、お互いに接近戦に最も攻め込んでいくという展開がついています、はい、クククこれが大きな一打になるこれは決まったいやしっかりとクイックからフリッカーターンパスティブは本当に蹴りの맛を覚える맛を覚えるそうですね細かい展開もお互いキックちょっと気付いていきますねお互いやはりその反応と머리쪽으로쑥날아간거봐진짜아프겠다실제로맞아ここでホーミングではなくなった選手で使って両パネルを通していくのはノロマ持続当たりみたいな形で当たりましたね最後にフレッシュへこれ強いんですよね最近竹林さんが取り入れてるんですけどかなり打ちやすい中段、長い中段としては。もともと強い技だった。これね、大部分、머리が노란색인애들이、ちょっと좋은것같아요。ホール、キス、スティーブ。머리노란색인애들을하세요、여러분。連関係で、カウント奪っていく。ここまではノロマが3ラウンド目、いいペースです。いいペースですね。じゃあ、リオロ、머리노란색인애들을해야돼。もう、リーリー、금발머리는다좋아。力アップを生かして追いついてきたか。ドライブ、ここからガード。使わせましたね。青がてる。しっかりしている。4番投げ抜けました。2発目、カウンターだが、体力差は開いているぞ。攻め込んで、攻め込んで。削り体勢の、負けダンでフィニッシュ。しっかりとしゃがみステータスを使うことで。クイックを警戒しながら下段のタイミング変えるのがものすごくうまいのでドラマ君はやっぱりこう守り切れないですよね守りを崩していっているとそしてここでクレッシェンド服に対してソウリュウもおお、반지게잘잘떠났다平体が見えますね되게그발로차고발한대맞아도반시계로치면16프레임까지띄울수있어가지고진짜영리하게잘돈건데아예피해나가지고오레레이지둔다레드すげち。おお。と。レイジアーズ完全に読み切っていました。大丈夫ですか。천지아니에요。쩐다。상대가반격이있을거예상하고기다렸다가레이지아츠를썼어레드를쓰는게아니라와상대의수를읽고있었어와보통이제사람들이레이자츠쓰면은그보는건지겹잖아요근데모하이님레이자츠쓰는타이밍을보면은신박해서되게그냥보게돼와저기서레이자츠를그래서로차궁이라는단어가나오나봐노노마가도우피니시를까카
カウンター回らなければ大ダメージは繋がらない。うっ、どうなる。최근에레이저즈시스템나오고제일잘이용하는유저중에한명이아닌가싶어요まず1試合目はノロマが先行狙っているということですね。壁の攻めが重要。ただここまでやはり序盤戦、ノロマは非常にいいペースで進めてきています。そこに対してあ、蹴り고정이에요。あ、그래서그렇구나。바꿀수가없구나。開幕でいでつんけ、やはり強い技を強く。キャリ고정이면은그カウンターピック고르는사람들은조금슬프겠다。처음부터カウンターピック이면불리하네。하긴스티브는따로カウンターキャリー잘없으니까。暴れもお手の物です。そしてこのステージの隅。うわうわ。だが交流も残らない。これはリロイならでは。後輩追い詰めてきますが。少し遅らせたんですけどね。無理あれだ。半ラウンドがベッケイスはどう？バリオンコンボは、그냥포기했나？저게현명한걸지도몰라。わあわあわあ。カメラ行けるか？囲んで、おっと。わあ。壁を。側面からこれは繋がらないぞ。横移動して。さ、壁攻め。どうだな？そこんと。ゲダ。うわあ。かよ。うますぎるこの男。아진짜레이자제귀지아닙니까이정도면저거를레이자제아진짜쩐다와퀵타임철권에대한이해도가얼마나높은지딱볼수있는그런경기네요。아이격동되고콤보비스때이치가이렇게하죠。노로마가세게壁を背負わせてますね。そうですね。さあ両판投げ。あと1ドットというところまで。아両판아깝다。원래잡기이런거잘안나가는데プロ선수들이뭔가누르다가헛눌렸나봐요。最強の一角とされるローハイにライフを渡さないという。ローハイ落とせるのはでかいですね。出ていく。やはり当てますこの男。コモ다저렇게쓰네。저게제일멀리가는거다。ちょっと届かないが体力差かなりついている。わあ来た。あいご。아니판정이바뀌어도벽에서는 좋네저거。아니판정이바뀌어가지고추고타가없는줄알았는데저렇게또때릴수있네。괜찮네저거되게기술。근데그런식으로이제재밌게해야재밌지대회라。아팽얼굴빼고다가진그 팽진짜얼굴빼고다가진그체리비리망고플레이어와상당히풍진캔을타용する나로도やっぱこう人にもいろいろ種類があってハイキックを買ってるな。チェベマン진짜잘해요진짜。チェベマンは結構ミニマスキーっていうところを使っていくってことですね。그게왜방금거쳤냐면맨날스팀게임하다가플스적었잖아요그래서첫판이라인플렉이살짝적응이안됐을수도있어요레이지です。この体力差かなりついていますが、そこを崩していきます。右、右下段後ろ回し蹴り。これまずはチェベマがラウンドを先取しました。まあ封じステップからの攻めを使うということはやはりその距離戦にもまあ自信があるということですね。うわーコンボ。こういう感じですね。대박이다。コンボが上手。カメラに運んで。しっかり。そして2回目。ウェイブチだ걸렸어。さらに攻め込んでいきます。CBM。さあ壁の位置をどうお互いにどう利用するか。自分のまあ左が右側に壁がある状況ですが、この軸のまま下がってきます。けど崩して。ここは。わー。절대허보해。ここで中断。저게팽의좋은점이죠。적敵対側面壁やらレコーラス。うわー。これか。うわー。おお、これも。うわー。だ。速くないよ。うわー。うわー。진짜명장면이다。これで心系。あ、저천재가。ジェニベリマンコ取っていきました。マジかよ。ユサあるんですね。대박이다진짜。맞는사람도어이가없었을듯。見逃しませんでした。これで。CBM が2ラウンド練習経験って出てますねやっぱり。ここはうまくライトをかぶせて、さあ壁までは一進コンボ で、ただちょっと近すぎてか。あーっと勝負の前奏帯でしたが
うわ、軸が悪い。2回目ダブルアップしていく。下段から崩してセリバゴを追いすがっていきます。壁際走ってタックル、これはなんとか抜けていますが体力差はほとんどありません。この壁少しずつユウは動きだけで壁から脱出しようとしていますが、当然チェブヨンもついてくる。うわー、かなりの脚を当てていく。やはりこの男持っております。しっかりと接近してくるところにウキャクを決めてラウンドを取り返しました。ユウ下段、おは早めの勝負。配信ゴースト対これも僕食らいましたね、さっきすごいスピードですね。はい、間髪入れずに崩してきました。さあ壁攻め継続、壁に追い詰めているのはユウの方です。この PK からの3発目キャンセルを多用しながらペースを握っていくユウ。 そして小技で少しずつこのチェリーベリーマンゴーの体力を削っていきます。すでに0状態のチェリーベリーマンゴー、ここから陣が怖い。2択でも体力かなり奪いますからね。そうですね。しかし PK 早い展開、10連ここは3発目警戒。ああ、頑張れ、俺は決めていく。どこがいいか、早めに削って。さあ、チェリーベリーマンゴー1試合目を取るのはどちらになるか、お互いに2ラウンドずつ。ここですね、ホームインから下段ダメージを取ってるのはユウさん。序盤ユウがかなり優先してみます。そうですね、逆転ね、ジュセヨチェバンゲーム。ここから当然ジにも2択もありますし、中距離戦でリターンを取れる技もたくさんある。ギリギリレイジになってないのが救いですね、うん、ここはユウはあとは一発浮かせて終わらせて叩いて。うわっ、おー、よかった。あー、いい技だったんですけど。 PK、 あ、1、これでレイジになった。テリベンブランコ、うわー、これ大きいか。おー、ジュセヨ削っていくユウに対して、わあ、あに、나는진짜반대로맞추는기질이있나봐자꾸저번에사람들이나는어떻게그렇게반대로잘맞추냐고 아최형님이이길줄알았다아진짜편하다와역시게이밍의자를써야돼요여러분들아우등받이올리니까되게편하다스테이지때いつも好きなステージだとちょっと変わりますよね気持ちもいつもやってるから雲も見せらないしミスが減りますよね、はい、開幕から背向けに移行してアグレッシブに攻め込んでくるユウに対し、セベマは、まあ、対応型相手の攻めをもういなしながら反撃を決めていきます。なら7個を決めて2人喜ぶといい位置ですね。よかった、崩していきますが少しずつこのユウも位置をずらしていきます。壁から脱出、진이랑샤인만그거있는거아세요철권에서처음에모자쓰써져있다가맞으면떨어지는거から투스마레노히로이今一瞬迷ったんですけどよく拾いましたね。ちょっと横移動も見えましたよね。안나도있어요？아안나도꼭떨어지나보네。우히도確認して몰랐습니다。切り替えてきました。そしてここで果敢に이번엔최왕님이이긴다。진짜로제리베리만고저기저기세요반장이なるほど反撃に対して潜るような3発出し切り。しかしこの強化の攻めも攻めうまくいけなくて2ポーンが같은데ポーが안눌렸나보다。体力差ほとんどありませんが、うーん、キャッキャッキャッこれで壁まで行く。そして補正を切ってだが1が入れ替わって特攻してるのは優香山野残っています。チェリーベリーマンゴー、うわー、いや、レドロー入るのいいかレイ状態。さあ、それまで運んだら、うわー、ぼやもっと簡単なのでいいじゃん。意識が高すぎる。そしてこれがやり込みから、낮은벽광으로쳤어저상황에서使った上で、わー、ソルンドだすよ。진짜멋있게한다。難しかったですね。とんでもないコンボ精度をここまで어떻게저런생각을했지。わー、저상황에서おっと、配信ゴースト隊で接近して、もう惜しきゃんだ。崩していきました。下段から有利な状況。お、ちょっと。オールバウンド、しっかりスライダー。最大ダメですね。はい、完璧なコンボ選択、有利してくれました。おお、かっこいいぞ、マジで。クラブ。今回はノンクリーンでした。はい、今これやはり有利もやはり先に勝利してますからね。そうですね、気軽に技立ちが。うん、ちょっと強気の2択を増やして、はい、リスクはあるんですが、リターン重視の動きを。ここまで見せています。そしてこの前蹴りに対して、巨歩などを使って前を外していく、はい、けれどもここできた。浮かせて0状態ですからリレイをかけ、しいやー、チェルデミジ入ります。진짜안전하게끝나려고チェルデミジなるほど。ココロコールって저게뭐예요？저게아까 그애니메이션캐릭터인가？
決定戦までもつれ込む形になります。じゃあ그런거면이양보고이겨서다들편의점털러가야돼일본편의점일본편의점은개맛있으니까아그리고유튜브에그리고이제유튜브시청자들애칭추천좀해주세요이랬는데 어떤분댓글기억나는게뭐였냐면풍신들이런거아씨그거보고터져가지고입에좀착착감기잖아요これで一気に返してきた。あと一発というところ、おーどうだけ、ここどうなる、ここどうなる、お互いレージドライブがあるが、わーちゃんまい匂わせて決断。풍신들되게잘지은것같잖아요。진지하게그걸로고민중입니다지금。풍신들そこを崩していきました。ユウ착착감기잖아요。풍신들안녕하세요。아씨야壁が近いが、恐怖を使ってうまく周りをずらしていくユウ。そこに対してチェリーベリーマンゴーは前に出ながら俺でも超プチってるんかもっとしゃがんでます。しゃがんでパジしてガドンマイゲリカンター유튜브그거뭐야프리미엄으로아이뭐지유튜브그거채널가입해주면초풍신들이네그럼우와뭐야저런판단을さまざまなことがありましたね。ユウさんもよく一瞬待ってすぐ最速でライト打ちましたね。距離が遠かったので。ああ、いや、그러네。ユーチューブ구독자。期待してのライト。有料구독자는초품신이네그러면。決めました。サバイター。あ、이름진짜잘지은것같잖아요。나는솔직히아무생각이없었거든요。애칭뭐하나있으면뭐좋을것같은데뭘로해야될까생각하는데아무리생각해도각이안나오는거예요그래서어떤사람은뭐이효리라그랬나 뜻이궁금해서뜻이뭐죠이랬는데아직댓글을못봤고거기서좋아요1등인댓글이풍신들이었어요풍신들근데너무찰진것같아풍신들ハイリターン技を打っていく。止めて中段ガード、うわあ、めっちゃ当たった。打ち切っていきました。チェリーベリーマンゴー、あの YouTuber やチン、風神들。ユウの技打ちもいいんですけれども、チェリーベリーマンゴーうまく守っていますね。冷静さが。でも Twitch やチンいらん、같이써도될것같아요、風神들。非常に危険なタイミングでしたけれども、ガードが間に合った。そこのウォールバウンド。こちらも。あ、で Twitch はライブで봐주는거고。이제유튜브는뒤늦게봐주는거니까유튜브만애칭이있으면되지않을까요아세르스거리를미테완벽이됐어요運んでいく와데미지繰り返して極関係だこれガード우잘쳤다그래도다가레지ここを削っていく10連레지포인트다よかったよそれでもチェベマもチェベマ님이이길것이야フルセットフルラウンドどちらが取るのかこの1本非常に大きい。ユウが取れば。うわカウント。あいご、ちょ、あのウェイブ、그게안나갔다기상機器。テリベリマンが取れば。しっかり。一歩耐えることができる。しかし、ユウが先行していきます。手を止めません。10連ガード。Welcome to the King of Iron Fist Tournament。テリマ、メリマンがどうするか。ひりつくひりつく。どうだけ。ガード。PK、これ大きい。ああ。どこか。ローキック。아또반대로맞췄어아나당연히최강님이길줄알았어진짜로와3번ですね3코라이프아왜이렇게잘하냐일본사람들리로이도난確かに絶対やってるはずだもんね。そうですよね。またリロイかよってオンラインマッチはなりますもんね。そこが見れるんじゃないでしょうか。わあ根本残留だ。このカスタマイズ残留。おお負担スロー。アピール。にも受け取れるようなうまっうまっこのねやっぱりセイントといえばサバオリシダースなんですよサバオリシダースおぉちょろきょってるっすよジャックでもシダースをねじ込むうまさがうわぁ入力一緒ですもんね前前両パンチうわぁ本技術인데最速14ですかはいお뭐야방금낙엽쳤는데왜저렇게뒤로밀려ここまではセイントが圧倒しましたねしかもギリギリゲージじゃないレイジオの状態になっている長ジャンプステータスを切り返してきましたレイジが一歩あと一撃でレイジになるチクリンですがうおうお突っ張りから残って上階にすぐさま打っていきますが早めからのトークラックガードしている3発目しゃがんでいるのは間に合わないどうなんだあ危ない打っ
切りつくこの接近戦。うわー대박。この削りはもう顔料手のものですよ、ね。サゴリが진짜길어가지고。しかもこれも反撃がなかなか難しい技であります。さばかないといけない。さあ、アイリスオーケー気絶寸け。やはりこの技は気になるか。接近戦の要。어안들었다여기일부러안깼다나가쓰려고했나방금응유튜브편신들이하물결표오늘할콘텐츠는물결표좋아요와구독알람설정까지고맙습니다아니벌써정해진겁니까풍신들로저아직그게그댓글이되게인상깊었다까지막얘기했는데이미풍신들로돼버린거예요저고맙습니다풍신들안녕와치쿠린선수도되게한캐릭터장인이라가지고딱꽂히는캐릭터그것만계속하는것같아요이거여전히좋아요진짜너무좋아요진짜反撃が非常に怖いですね。はい。ここは安定のシャガパンを返しています。방금간이저기술맞고촉수형이알려줬는데딱몇프레임까지는확정이거든요아빠이제ジャブなど入ります。あ、来ました。おっと、その辺までは行かない。リロイの그프레임에들어가는기술이없나아니구나있는데와아무것도안쓴것같은데待っています。기다렸습니다。さあこの表情。これでチクリン勝利エリーチですか。방금도스틱못봤어요。でしょうか。エボ2016覇者セイント。まあいわゆる世界王者同士。スティックと대회때패션인것같아요。그러니까자기들만의뭐지방금저렇게빠져나갔네攻めるがこれがあるソウリモンこの辺りもガンリュウが厳しいと対リロイ厳しいとされる理由の一つですねこれ攻めを逃がしていきます攻めの継続力っていうところはガンリュウの強さの一つではあるのでそれを許さないというのは大きいです集団の小技をたくさん持っていてどれも強力なんですがソウリモンの前にはちょっと無力、うん네간류는틀리게나왔어요다른애들이랑다틀리게잽이 발동이랑틀려요나가가베기와대포나게오느게사세테이렇게하려대세ですね치크린오땡스포유튜브삽스와저게하단이랑이지걸수있구나저렇게되면나락이랑이지걸리겠네악순간この守りというか技打ちによる守りが効いています。お、チャキが結構シンプルだね。積んだ後ね。わあ。決まりました。待ったなしで壊したね。だ。これは体力的に終わりだ。決まります。心 KO ワードが뭐야？도대체저게뭐지？獲得ですね。はい。この安心感ですよね。これが鉄拳ワールドツアー2019覇者のチクリン。와벽에서저거때리고개사우리까지맞으니까너무세네아레드나레아로죽이면1만엔추가상금이라고요와그러면무조건레드레아로죽여야되네레아로죽이면10만원이올라가니까와어이거레아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 10만원 10만원바로10만원이네이야이야10만아2만엔이구나2만엔2만엔데고와스아니뭐이기고지든그게문제가아니네레아로마무리한번만하면은이야거의뭐비행기값나와버리네야이건승패가중요한게아니야레이자트세번을맞췄냐못맞췄냐가중요한거이틈이止まりこれはチクリンこの後の勝ち抜き戦も期待が非常に期待 To stop them
The rival countries have joined together. Yeah, rival 国家が싸운다。今までずっと争ってたけど、団結しないと勝てないかもしれないなって正直思った時があって、옛날부터한국과일본이철권을하면은이제가장강한나라라고。Japan, the sacred ground of Tekken Seiji.Korea, the fighting. 야센스있네딱저기남한까지만딱해줬네이야일본센스있네딱색깔을남한까지만입혔어 The Germans have teamed up to stop Pakistan. And then the force was contained. 야파키스탄을무찌른하지만운명共通の敵を倒した倒すために一時期手を取り合っただけなんで、もう完全にまだまだライバルです。사실굉장히옛날부터그거는뭐어쩔수덕수형왜이렇게잘어울리시노덕수형왜이렇게잘어울리시노 The decisive stage has been prepared. The history of the fierce battle resumes. Korea monopolizing the top ranks in Tekken esports. The strongest Tekken community recognized by the world.뭐한국의상대는거의없구나 이생각을했었어요아뭐그래봤자한국이잘하죠 However, the samurai have an unwavering confidence. 샤넬선생님은연예인해야돼진짜뭐연예인해야돼 They won against Team Korea, which had 8 TWT finalists. Then Japan and Korea. 와저트로피진짜멋있다저런트로피진짜집에하나딱있으면멋있겠다이거와As they entered the decisive battle, it was the last samurai who claimed the title. 아요즘은뭐일본한국뭐파키스탄페루뭐오만데서다잘할까도아우별로고맙습니다단테볼트오비추어리 SW 현랑호르님별로감사합니다저거근데비쌀것같아요작년태켄워드투어에서치코린선수가우승을했지만우승을한거는치코린선수지일본전체는이야오저버린후박살내겠다는거죠 Carrying on the momentum from last. 박살내야겠다는거죠 The rising samurai will take them on. 한국이와시마스와미유치決めていきます。このカステラみたいに韓国勢のことを食っちゃいますよ。This is a long-lasting fate between them that must be severed. 뭐올해는제가이제진지하게할거기때문에아마이게어려울겁니다내일은카트마스안에목다지그냥위から行かせてもらいますよ今回はいつでもどうぞって感じですね항상그런도발적인멘트를하면은이제대회에서지는걸많이봤기때문에마타와니혼자와라떼르데쇼네뭐한번놀아줄게요나로호로정신있습니다나로호로Will it be Japan or Korea? 日本か韓国か The fierce warriors who once joined together will exchange their iron fists once more. 진짜잘만들었는데이거철권게임보다잘만든것같아이야 Pro Championship Japan vs Korea 2020. 잘만들었다やっぱり元流インテロ만든사람이좀감각이좋은사람인것같아요突進攻撃アサルトに対して技で迎え撃つ아너무부담스럽다感じ눈썹은멋있는데状況っていうのをま覆しづらいのは元流があると思いますよでどこでアサルトを打ってしかしそれを組み너무상남感데セイントらしい選択肢早いやる気満々だやる気満々だおおジュースマ起きてみてよ古き良き壁コンボうえすべての技が当たっている11秒で KO だ11秒まあそのドラグローが攻めてくるのが分かってるんですからねむしろ攻め返す技を打つことで
迎え撃っていこうというのがこのセイントの先方対決決めたことなんでしょうか。さあそして最後はほぼ五分の状況、ラインはすげえ速度でしたが飛んでくるんだけど、めちゃめちゃバチバチじゃないですか。前前両パンチですよコマンドからの横移動しゃがみが間に合いませんけれども、ワン回出し切っている。反撃は安いですね。あ、いぶレイジャー만들어주려고。わあ、アッパー。うわ、どう끝なった。이건어떻게때려도끝나는거。これは狙っていた。押し切るか。お残っている。これはどう響く。あ、ドライブが出ない。からどうするの。時間はある。うわ、들키완벽했다。いやー、원잽。ジャブ2連発。稼げるチャンスだぞという声がかなり欲にまみれた発言ですね。そうで、まあ当然レイジドライバーアーツで倒しきればですね。はい。あの20점내기인가。그렇죠。20점내기아닙니까。もう一回前に行く。これです。この状況。いや、저걸막았어。와。取るのか。もうすでにセイントリーチをかけています。저렇게하면ハリノアと나중에하단을너무의식해서앉게되거든요。그럼또어퍼에떠야돼。우와98설마콤보근썰트안쓰고。이야연각두번썼어。お互いに下段を打ち合いましたが、とんでもない体力差でしたが。シャープナーが一歩早い。シャープナー行く。からも接近戦が続く。やばいね。あのドラコート진짜멋있다。わずかに遅れた。壁際。이게드라곤오프가입어서멋있는거지。코스프레할때드라곤오프옷누가입고오면안어울릴지。어되게안다。오1만엔와。いや、その攻めが通ったという印象があるかと思うんですが、하긴레이지드라이브를때려도발킥까지써야죽으니까저렇게해야코코로워드가올라가는거네。아この KO 賞のビア獲得。ちょっと警戒してますね。しかしボメルスイングでのあぶね。当たるとやばい技。うまい。左旅行。やば。運んでいけるか。壁際安定コンボです。安定というヘリではないぞ。今度はうーパク。わあ、벽광。これは大逆転勝利です、ノビ。三ラウンド最後連取で。お見事。まあタイミングを見計らって出てくることができると。ところからスコール。おプリセット派手なものを選んでいく。おお、文心、얼마なんごや。あふげた。韓国チームの思惑としては、やっぱりそのやり玉に上がるのは、世間ワールドツアーファイナル。タトゥーが한1년뒤에지워진다이러면해볼만한데。그거는한번하면영원히새겨야되는거라。もう話し合ってると思うんですよ。ノビを相手に出てくるっていうことはもうこれあらかじめ決まっていたんじゃないですかね。なるほど。ノビ相手にはランチュ。確かに成績はいい。들려주소。ハイキック。헤나는하루이틀만에지워지잖아요。그래서그냥돈이아까운것같아요。完璧なコンボだが、瞬法この下段をガードし反撃で高っ返していく。ダメージ高い。どうし寸体でフィニッシュ。時すでに遅し。아그등장신스킵을그우리뭐지풍신들이볼때는스킵을할건데지금은어쩔수없이보고있어요。그리고선수들은스킵을못해요。플스대회모드라면은스킵을못합니다。といえばその日本在住で日本人の手の調子がいいということなので、早めに止めないと複数人抜きされる可能性があります。うわあ、いたんだっす。求めた大伝選手ポイントに出して、お見事ですね。この瞬歩の駆け引き、かなり今伸びは勝っていると言っていいでしょう。そうですね。しかし大伝選手ポ系の読み合いって実は全体を。ああ、ちょっと点検할게없구나。読み合いですよね。そう、読み勝って。上の方だ、あんだけんね。やつ中段からの下がっているのはランチュ。落ち着いています伸び。縦から脱出。そして瞬歩下段。わあ、勝てる選択肢。膝鉄山でフィニッシュ。ランチュリンが真っ赤だなのだって。チャルコナー真っ赤だなのだって。当たればオーケー。体力計算です。鉄拳やはり1試合選手というのは早いですね。もうランチュがリーチをかけて。しかもランチュ対ノビですからね。展開が早い。どうする？展開二択。だが確定。飛んでいる。ルパ抜けて。通れば終わったか。やはりレイジを貫く動きを見せようというところですが、追いついてきました。ランチ中段。これはどうして？どうなる？
야질렀다방금상대가앉았었는데그거를일어났어중간적으로라どう立ち向かうランチュ일부러저렇게머리스타일저렇게자른건가여기를일부러저렇게잘라놓은건가ベテランはやはり使っていきますよね。やっぱりこのゆっくりした試合であればあるほどあのベテランに分がある展開にはなりやすいですよね。そしてこのフェンの巨峰という下がる構えこれを使って、うん、ジュリアの攻めを回避しながらダメージ変えていこうという動きを複数見しています。そして単純なバックダッシュもしっかり早いですね、ユウ選手。でも 1P에서 하는지 2P에서 하는지어떻게정해지는거지이야다시그しかも2発目を遅らせて出していった。リレーをかけることで反撃を誘って潜る形で明らかに当てるつもりで2発目を出しましたね。もう勝ちにいってます。わあ勢いに乗ってるランチュ。しかし2発目カウンターヒット拾えず。ちょっと拾えなかった。いや難しいですね、今のは判断が難しい。2発目反撃からプレッシャーをかけていくのはユウ。出し切り相打ち。だがカウンター、うまい情報を使って、うまい、このランチュの攻めを回避しながら。わあ、カウンター食らった。お腹が痛い。これは決まるでしょうか。お腹痛い。ラウンド練習 2-0。 さあどうするユウ。まあ、ランチュちょっと温まってきてますよね。ああ、だがその流れを止めるかのような非常に良い右脚が入りました。神の右脚。강추님은곰만잘하는게아니에요패권을그냥잘해요오이츠카아르테이도의다메지오키세메시다이ですね。これはやり過ごしたユウ。와센스대카이치격이この当て感がランチュの持ち味。오키세메우와이러면끝나잖아一発あって。와다때리고完璧なルートです。원잽까지만했어도죽었을것같은데진짜신중하게다때리고했네。そして1라운드盛り返してペースが欲しいところ。なお2つ。やっぱりランチュ攻め込んでいきますね、どんどんと。もう本当にもう愚直に突進攻撃で前に出る。これですね。ガード。うわぁ！になっている。横から襲う。대박이다、サイドステップ。そうですね。와戻りましたね。간다진짜。これでイーブン。ユージという声が日本勢から飛び交っている。本命プレイ。シャガパンに対して不可視確定の豪走。配信豪走隊。しかしここで勝負の下段をしっかりとラッチもガードして返していきます。タイプさんほとんどありません。おお、ふるっと。先ほどノビを倒した天心下段。ユウはさばいていく。お刻みカッパ。どうだ、うお、中断。シャガファー、ウータック逆転してる。レイジ、このレイジどういくか。エルケ、ウッキー集め、入れ替わって出し切りか、これ反撃。ドライブ行って、ドライブ打ち返す、打ち合い。おー、先進ポイント上がった。一戦しました。한번쓴것같은데저기술마지막에딱한번쓴것같은데すごい盛り上がりだ。상대가훔칠거를예상하고있었나。しかしランチュはですね、2人とも。そしてやはり壁なし無限を選んできましたゲン。ジュリアの壁はそれだけの脅威がある、うん、運び性能も電気は屈指ですからね。そうですね。そして壁際のその2択というのはやっぱりそのもう一先一試合選手ではかなり、はい、ね、読み合いですよね。ガードを見てからすることできませんから。そしてこのゲンがそのプロライセンスを獲得した経緯が、はい、まあ、親友ジュリア使いである後期を破っての確かに獲得だったんですね、はい、さらにはヤマダカップ予選でも決勝戦で後期のジュリアを破って勝ち上がりましたから、ジュリア戦っていうところではもう経験もバッチリだと。親友の使っているキャラクターと同じジュリア。ただここまでは、うわー、おっと、どうだった今。その攻めてくるところを迎撃する。どうだ？足りるでしょう。足りました。ああ、ちょっと KO。ここの KO 賞獲得。10万円いくな。わあ。1万円を獲得ですね。おめでとうございます。はい、今のレイジアンタは非常に大きい。うん、カウンターがありませんので、しっかり反撃を決めていくのはゲーム2つ。ああいう裏切りの選択肢。おお、ラ、トゥ、アルタイルが来た。
これもそうですね。アルタイルや唐突のアルタイルやレイジャーズみたいな選択肢ってその3ラウンドのゲームの中での序盤に出せば出すほどもう食らった側が疑心暗鬼になるんですよね。いいところで決めている。わー、ちゃんとこのレイジを貫くアルタイルでしたので、ま、おーいいフィジカルタイミングって言いましたね。非常に透かし確定が早いが突っ込んできたランチュテンホレイジになりますよ。あ、レイジ止めですね。レイジ止め中断選択どうだ。接近戦ゲンが守りながうめドライブすぐさま反応したか腰心中にこれ置き攻め向かないから中断足らないさあ、これはなんだとゲンがここまでノリに乗っていたらどうだろうな。そうですね、저번대회에서이렇게둘이차인전하지않았어요壁の攻めは非常に強力처음에로하이님이졌다가해당에서올라와서차인을이겼던것같은데아나름대로그중에일본의각トッププレイヤーと対戦を重ねたんですけど1日だけ結果を聞いてるんですがトッププレイヤーが集まってて야プロ選手以外ですよトッププレイヤー진짜잘쓴다相手数人と戦って1人にしかラウンドを落としてないらしいです組み手で誰も1ラウンドも取れないローハイを敵剣心天の中でも強い方のやつらが集まってその結果です。なるほど、それほどまでに本当に強いですか。本当に強い最強の一角ローハイ。うわーセンスミスがないです。いらめん心ポイントが없ねレイヤースラやせやでこなあかった審判はやはり1試合選手どうすべきかよく分かっている。相手を殴って倒す。しかしここでフンバックカーに対してしゃがんだ。難しい形になりましたね。だが体力差そんなにないぞ。引き攻め一発分リードさばいているからのさあから安定のチョッピングライトお見事。だがスマッシュ難しい非常に強力残ったがさばいているレイジャーズこれは安定で減らせる。そうですね。デミジ、ピが적어서デミジ、세게넣으려고。一ドットの状態で一番減るレイジャー。そうだ。わあ。見えていました。勝負手スライディング。確かに。いや純粋に。次は진짜좋은거같아。ローハイも剣が下がった瞬間、スライディングか何か。けどデミジと별로안들어오고。読み勝ちましたね。だが先ほどからリゲルさばきすぎじゃね。サイレントリゲルしかも。ボッシャガじゃなくてサイレントリゲルの攻撃発生のタイミングだけさばいてる。あかカニが技術を持ってますので、守っています。スティーブ技術じゃないんか。カニの技術にかって。にも分かるように言うと、その攻撃が 0.1 秒で発生するから 0.1 秒のタイミングだけ下段さばきを入れるっていう高等テクニックですよね。ああ、本当ノーアップだ。側面壁や投げが抜けられない。通った。しかしゲン乗っているぞ。早い展開でした。ゲンがこれでリーチ。次にこのローハイを止められれば一気に勝利に近づく。置いていいほどのプレイヤーです。だが下段からローハイの細かい攻め緊張の一瞬うわー打ったクイックフック本命しかしターンパンチこれは安く済んだか届かないオールシューターあーカウンター展開重視だがスリーボム壁があるの大丈夫か側面そうですよね壁があるこれがどう響くかここからの逆転は何度もあったどうなるだあーカウンター残ってる残ってるどうなるだ1ミリ削りに行くのはうわーサイレントリゲルだなんという活躍だけギリギリのところを取っていきました老廃まで破る、うん、しかも第2獲得戦ではなんだいやカステラ別に君は福岡だろうそうだよ、ね、長崎ではないそうだよ、ね、なんで後ろに長崎の2人がいるいやすごい吸収ずらしてますよ今長崎のおかげみたいにやめてください福岡ですゲームは強いですよみたいなやめてください強いですよって感じ何の握手なんだよ福岡カステラル上長崎でさよ一度席を立ちますチェリーベリーマンゴーまあその韓国のトッププレイヤーと認識されてから早 2,3 年といったところでしょうかねチェヨンがおったでの活躍がありましたよね韓国勢最高位はいエボジャパン2019でしたね、はい、あのアルスラン・アシュトの死闘を繰り広げましたね。あーローハイスティーブよりもちょっとゆっくりした試合展開になるんじゃないですか。おー、ウェブ同時に捉った。ただまずは前ゲームに対して、わー、ガミーということで、コンボのミス。風神ミスなんか、この落ち、オレンジルギー。また、ダメージして繋いでいく。壁が遠かった。だい、うまいぞ。右翼しがみ。壁に追い詰めてるのはゲンです。
CBM もやはりこの前蹴り中距離に強力なリターンもある中段技を対応しながら、うん、試合展開を作っていきます。やはりゆっくりですね展開。レイジのゲーム5対0になった。投げは抜けています。うわー超痛い。ああスライディング来ちゃいますね。うん、1対0確定。何度いこうなら、そしてこちらも先行もろ下段下のクリッシュを早めに見せていきます。2択ですね。さあ隅が近いぞゲン。おうだここはしっかり。わあセンス足りてなかった。壁コン左投げ抜けた。いやあこっちの方もだまだパロオーティー CBM 返しました。怪しい状況はちゃんとバックダッシュ。ちょっと飛ばすのかって設定してる。ワンツーミドルからのこのタッチ途中 LP も先ほどから生きてますよね、うん、カウンターヒットで、地上コンボがつながる。シャヒンの強化点出しどころがいいですよね、うん、フレームも強化されてるのでかなりいいですよね。若干限度が下がり気味の状態ですが、やはりこのタッチ LP からのうわーアルタイル。どうでしょうか。あこれかうまいぞ。残ったノーキック。あれ今左横移動してから最後、はい、追撃をしましたけれども、うん、この左横移動しなかったら壁の位置が遠かったので。そうですね、左横移動することで、まあ、そもそも壁の位置をしっかり把握しながら左横移動して近づける。あんなに遠くにあった壁の位置が見えているゲン。もうアルタイル。ちょっと待って誰が止められるこれ。うわぁここはだから剥がして。うわぁすごい強感点がほぼ一歩の先手だった。いやー素晴らしい。全く負けていない。タックル割れない連携何もできない。2択しかし体力状況はゲンが有利です。ダブル止め。これでしゃがみヒットになったことでレイジが来た。得意の右回し的これなんですよね。あー1万円을위한レイジあっちごな。あー원래평소였으면다르게때렸을건데 CBM 어쩐지좀틀리게때린다참싶었네しかし弦の動きは本当通していいですね。この弦が2体いるわけです。そうなんですよ。恐ろしいことですね。ここで止めたいところ。はい、最終ラウンド各チームとしてはもうここは勝負の分かれ目と言ってもいいかも。ライフが2つあるのでスライディングが打ちやすいか。確かにナッパしっかりとワンツーで返していく。体力差はほとんどない半分という状況です。浮いたら終わる可能性もある。 3LP 左ボディの連発。ワンツーツーおおレイジャー中レイジの CBM 圏内ゲダー。うわー曲がったぞこれ。見てからか見てから顔しましたよね今ね。見てから顔したかなと言っていいタイミングじゃなかったでしょうか。いやめちゃめちゃ純粋な反応速度でガード、うん、乗ってますよね。乗ってます。とんでもない強さですよ。さあ근본브라이언本日で言えばライフ獲得戦から、合計してこれで4試合目の。あ、赤チェデゲルね。だから右側当て感が冴えている。まず先手はゲン中段からのダウン。あー、너무세다저거。わー値千金デミジが基本超だぞ。下行ってどうする。ハチェットだが体力差これかなりついています。いやもうハチェットは捨てていいでしょう、うん、捨てていい。しかしこのドライブに対してサイレントディグルすぐさま不合破断걸고이제안겠지그런느낌이었는데1ラウンド先生序盤のもう一回開幕の大きいアッパーですからね、うん、それでもうほとんど決まるようなゲームを決めましたね、はい、うまい左横移動。そうですブライアン対策は左横移動時計回り。そうです左横移動を徹底している。スライディング中に返りつつ相手の足元を崩していく。2位はどうする。このギアマックスの振動を前に打つ手立てはあるのか。まずは下段での回答。おお振れた。相手にブロリレーをかけて読み合っていく。うまい感じはありませんが抜けている。ゆっくりとした展開が続いています。だが時間がないぞ。ボーグルタッチ。あ残るか。残った。いやこれまた体力差が時間がないんです。チョッピング。おお。これはだって時間が時間に間に合うのか。どうなの。えどうする。うわクリックグラビトンハンマー。クリックグラビトンハンマー渋い判断バー。わあハチェツ戦が多いっすよね。
残りの最後の水には非常に有効。ヒットさせても確定反撃があるので、はい、その倒しきらないといけないですね。倒しきれる時しか使えないんですよ。方法反応하면그때틀린거야。出してきた残り1秒での勝利だが、ゲンが止まらないぞ。チョップからローキック、パーフェクト。もうリーチです。先にリーチゲン。둘다너무잘한다。아까거기서역전한것도신기하고팀이가도요메이트이ますからね。やばくないこいつってなってますからね。何なのってなってますチームメイトですよ。방금팀에겐선수랑같은팀에있는사람이야바쿠나이코이치이랬나봐요그러니까얘좀위험하지않아뭐이런느낌으로말했는데팀인데저렇게얘기한다이러면서이치돌이됐어니아또아예대노이치반使わない하세아이테가음아이까고서아타르바베기안이웃습니다오소이호노조단하세아르소아겐나이겐나이다소レジどうする。わあ左にのば ドライブドライブ打たせたと言っていい。ナイスガード。グッ時間は10秒。鉄拳神倒せるのか。ゲン鉄拳神を捨てられるのか。ゲンうめえ。どんだけ待ってるんだ。最後の最後まで4秒であんな正確なスカシ確定やるかね。そしてスネークミキさん流れが変わったか。ゲンどうだ。一気に窮地。内容が狙ってる。壁はどうですか。運べそう。運べる。あレジャー만들어주려고。いや挑発が出ない。まだある。スライディング一発。距離が遠い。確定反撃。しっかり。下段から。下壁際。レイジで。プレッシャーをかけてくるゲンです。もう圏内ですよ。アルタイルでも当たろうな。逆転してる。どうだ。ローキック。なんということでしょう。神殺し達成。韓国の鉄拳神までをも破りました。本日は元の日ですね。0時になってからのプレッシャーのかけ方見事です。ライフ獲得戦では、はい、このレストを倒したのはチリチリでしたか。確かにそうです。戦ったのがチリチリ。初期にファランが実は멋있게하는것같아요。チリチリの写真、そして今度は元の写真。国産最高級シャヒーン2体連戦ですね。テスト。なんかわあ、感じたよ。拾ってる。あ、やっぱりエアファングで。エアファングで運ぶのが好きなんですね。うん、ダメージの高さと。しかもなんか短さ。そう、あの序盤で見たんですけど、はい、別に平地でやっても置き攻めに行ける硬直の軽さなんだなっていうのが一目で分かりましたよね。だが、この壁を使っていくのはダブルスコーピオンを持っているシャヒーン。わあ、中断。遠い選択肢。しかも入れ替え。おっと、残るがホーミングアタックで結果よしですね。はい、結果オーライ。これで開花。どうじゃなんだ。まだ、ウォールブレイクがある壁というのは残っていますが、若干広くなりました。下から入ってガードをしっかりしている。小技はやはり。そうですね、接近戦での小技、基本技の打ち合いではやはりファランではちょっと分が悪い。そしてこのウォールもブレイクして、わあ、テッション長く、テッションかなりついています。止まりませんね、ゲン。わあ、シャインシーズン2까지는진짜비인기였었는데シーズン3되니까진짜완전ゼロ2ですね。ほんまゲンが何人抜くんだってところまで。そうですよね。うお、右側フィールド守りで좋다。運んでいきます。カメコン大ダメージ半分。レストどうする。まずはラウンドが欲しいところ。ちょっと攻めるその起点が見つからないですね。レスト勝つはずの思いっていうところに結構当たった。どうする。しゃがみパッチ、しゃがんでるか。うわ、左アッパー。素晴らしい活躍ですけど、またこのカステラ見えてないですからね。今ちょっと食べてる食べてる。今すごい軸が悪くてですね、カステラが食ってる。あ、見ましたね。あ、いいですね。はい、このカステラみたいに食っちゃいますよ。食わせてますね。食わせますよ。食っちゃいますよ。ゲンはなんとこの勝ち抜き戦1、2、3、4、5、抜いてる。6人目。6人目。これですでに5人抜いてます。韓国チームの半分をゲン1人で先発させている。ケン選手が安置にか계속하는것같아요。可愛らしいプリセットで登場のラッキークロエを使います。わあ、둘다반응좋았는데。ライフ獲得戦では
この日本選抜戦で最も勢いに乗っていたダブルを圧倒しました。ジョンディン、このジョンディン、ジョンディンはですね、この鉄拳ワールドツアー2018では、うん、ポイントランキングでは常に本当上位にいたんですよね。そうですね、はい。なんですけれども、なんと鉄拳ワールドツアー2019ではファイナル出場ならず、それもしましたね。大会に出場していたにもかかわらず戦績に恵まれなかったと。はい。いうところがあったので、저거맞으면은레이아츠를써도이긴다는그확실히그신념을갖고쓴것같아요これでこの下段、新下段対応が非常に難しい。見た目よりも実はリーチはそんな長くないんですけれども、わあ、判断。この視認してガードするのが非常に難しい技だと思いますね。スカイラインビューパーを割って、ああ、強気てるね。カピが一瞬しゃがんでいるが、二三発目がある。膝からのどうする？スマッシュ？わあ、リーチですよ。ここから逆転。ボスが終わった。ありました。アルタイルが当たりでもすれば、うわあ、ライブ確認。何でもいい、何でもいいという声が。ウキじゃねえ。どういうことなんだ。ただ勝っています。ジョンディンも歯が立たないのか。空中ヒットからうまく運んで壁。これでジョンディンのチャンスになるか。すべての床を割りました。もうああしゃがんでる。冷静。しっかりしかも剥がして。冷静すぎる。うわ、ぶっか。運びうますぎでしょ。ダブルアップ。これはなんとか空中。表に正面向き直すことに成功しました。だから反撃しています。ジョンディン残り時間30秒、下段からいいのかこのレイジ。どうなるんだ。またドライブヒットが頭をよぎる。回るし、アーツもある。わあ、ロンナラ今度やはり勝負手はこれ新下段。やっぱなかなか警戒できていないところもありますよね。そうですね、やっぱりあれくらいの距離、확실히한일전이라그런지양쪽국가에서되게안지려고엄청그노력하는그게보여요또이제팀전이니까팀한테밀폐주기싫으니까되게또그래서더열심히하는것같아요더양쪽이100点ですね。팀がもうリーチをかかっている状況です。ユーナ上空から投げるがこれ抜けている。壁やられにはならず、そスラッシュからガードしているんだ。確定してるドライブ。わあ、停止やった。気だらっさ。ケモソンね。ガードしたー。ガードは硬い。六人抜きだけ。本じゃさ、四名を잡은거야。わあ。浮かさせですら、数値にしたら、まあ、大体本当に60いくつのダメージを叩き出せるザキな。でも、いげ、ちょっと、그런것도좀있지않을까。いげ、일본이니까한국사람은。네하루전날이라든지가서일단그냥가야되잖아요일본사람들은홈베이스니까좀피로도차이도좀있을거예요아마うまい前ダッシュアルタイル。その場でのスカシ確定ではない。距離でちゃんと前ダッシュで距離を詰めてからのスカシ確定。集中できています。ハイギアですね。じゃあピナギアソルがいけ大きな。ここまでお互い体力削り合っての1ラウンド目。うわぁ、カウント。カラドボルビー大ピザンゲッパー。しかもファーストプロ出れば最大のつなぎ。すごいダメージ。あと一発というところまで来ましたが、ここでゲン、この体力から逆転しているシーンも今日は何度もありました。レイジのゲンは非常に危険。うわぁ、決断したダッシュアルタイル。危な。非常にいい打ち方でしたよね、今ね。出てぬ。コンディションも진짜중요해요。잠을잘잤냐못잤냐이게피지컬의절반이상은먹고들어가니까。シャネルは徹底して冷静ですね。無限なんで、その差が時間を使ってもですね、壁に追い詰められることはありませんから、自分のペースで戦いていきます。대회몇번나가보니까한두번한네번다섯번나갈때는잠이안오는거예요전날에。막긴장하고그런거아닌데그냥생각이많아서잠이안오는거예요。근데잠잘자고간다는8강갔었어요8강그러니까잠잘자는것도진짜중요한거같아요。ここまでは약간またシャネルが体力リードを取っている状況です。この後やはりそうですね、浮かせたと狙っていくことになるでしょう。レイジを貫きたいという気持ちがある。しかし確定が早い。ここでレイジになったのはシャネルの方です。時間は残り10秒切った。우와센스이거는천천히때릴수록좋은거겠네한국勢に久々の拍手が起きたような気がします。 OK という声が飛んでいました。
방금 시간 차로 개인 선수가 진 건데도 그 밑에서 끌면서 슬라이딩 쓴 것도 피지컬 짠다. 昔はああいう下段を見るという意識がプレイヤー間になかったけど、はい、実は頑張れば見えるんじゃないかと思い始めた人たちが本当にわーセンスよ。なるほど、だからちょっと新規なんですよね。危険ですね。そしてこのスタンダード目は今までのことはなかったのような、綺麗なパーフェクト KO でさらにスカシ確定の精度が増してきているぞ。この剣の持ち味である非常に速い反応から繰り出されるスカシ確定、序盤のシャネルのいい流れを断ち切るに十分な展開ですね。もう少し確定が決まっております。残してる、素晴らしい早い展開ですがしっかりと最大確定反撃です。わあ、ダクダクテンブルどうだった。ゲンがまたリーチをかける、上行けたらしい。7人抜きにリーチですか。1人抜き、7人抜き、7人抜きですね。6人抜きをすでに果たしていますから。お、今ちょっと早かった。シャネルにも、うん、優勢です。意地がある。いい、いいじゃないか。下がり体勢、シャネル総ネミ、うわ、ベクテッシュ蹴った。ベクテッシュは들어가기가어려워요。それも、はい、となるとちょっとゲンとしても次ステップを読むぞ。オーダーがもう花ネミラゴイズ無情にも時間は過ぎていく。わあ、ついに来たか。これはカーストクローをミスらなければ決まります。パーフェクトで返していきました。ついにこのここまで大活躍のゲンにようやくツケをつけました。しかしながら両陣営から大きいですよね。おっしゃる通りですね。ステップだけではなく横移動の性能も非常に高いですから、このローの代表的な継続的な攻めて、はい、まず一つブレイクローを当てる、うん、その2ドラゴンハンマーをガードさせる、はい、この2つがザフィーナの機動力の前には無意味なんですよね。バックダッシュは横移動等々で続く連撃を、ベテシはわー、これです。意味がない。ドラゴンハンマーのガード、おお、バックダッシュだ。置いておくというこの動き、うまい。うわあ、두대까지들어가는구나。それって逆側面으로でも。だからカビギアですよ。体力はほぼ5分。うまっ。高く。おお、デミジ。減る。しかし確定カーストクロー。50後半のダメージを送ります。うわあ。センスも半本썼는데그거를시계로피해서때렸어。이해도진짜높다。ドライブ置いておく。相手オーケー。スライダー。ロー이러고있어。シャネル。一発目のスカに反応してしまった。今も韓国でから美味しいって声が上がってるんですけど大丈夫ですか。日本語上手か。ローハイが言ってるんです。美味しい、ドヤ顔している。美味しい、ローハイかなり日本語上手です。ローハイにカステラ持っこいんだもんさ。美味しい、はい、暴れている。ドラゴンラッシュ、やはり奥がライドルの透かし確定。ライド面白い動き、もう入力をしていたって感じでしたね。壁に近いのはシャネルの方です。そこに対して追い立てていくような、このダブルの動き、ハイキックカウンター。これは大きな一段になる。残るか、残って、残りますが、すぐさまローキックで削っていきました。このタイミングだったらジャンプステータスも発生しない置き攻めでしたね、はい、ローキック安全。カラドボルグ連続ヒットから距離を取ります。展開は五分ですかね、これ。ワンツーにガードお互い、はい、ダブルとしてもその下手な攻めができないですからね、このザフィーナの機動力の前には。一回カーストクロー食らっちゃってるんで、ドラゴンハンマーとかでちょっと近づきに行けないですよね。ただやはりダブル攻めに行く前に200しゃがんでいる冗談。しっかりと打っていきます。ステージになりましたが、あー、投げ抜け暴発。あいごー。これ、잡기が손이이제、よく、들어갈때、썼으면맞았는데、다들어가서써가지고。わ、させるという動きでした。投げが直前で空振ってるので、うん、投げ抜けボタンを脊髄で反射して押しちゃう。うまいプレイヤーはどうしてもこの画面のその動きこれを見て、うん、脳みその手がもう直結しちゃってますよね。そうなんですよね。だからこそうまいんですけども、それを使ったまま罠ということもできる。あー、素晴らしい。スーさん、ダブルを返していきます。ダブルの使うこのローって、まあ全キャラの中ではかなりコンボ難しい方なんですけど、ミスがないですよね。ダブルは、はい、今日とかじゃなくてシーズン通してに、シーズン通してミスがない。ミスってる時は結構驚きますもんね。ミスっちゃったって逆に驚く。前に出て壁に追い詰めていくダブルの動き、壁や。シャネルはこの壁から脱出するためにバックステップを使っていきます。しかしダブルも先ほどから打ってるのは全て長い下段です、うん、ザフィーナを捉えられる下段打っております。
ネクロ挟打ちがうまい。ダブル受けられないタイミング狙っています。うわうわ足りないんだね。意識が高かった。どうなる。ゲージではありません。ギリギリ待ちの前で止めています。ダブルワンツーにからの受けた。残り時間が減った。10秒切るところ。ドライブを潰した潰した。これでかいぞ。2発目これこう被害に広場が全然守りきれるか。スキューラ追撃夜にいる。うわー大ジャンプ逃げ切りました。そこにローがいなかった。ベテシーあれ進めるミドガルゾールも打ちましたけれども、本番ですか。積んでわー匠ですね。アコギースがやっぱ好きな自分のステージでもありますし、オボロエンドなどを使ったこの運びのとこの襖割りの能力というところがギースとしては使いやすいステージになっています。さあ3枚の割れる襖があるステージ。ギース韓国へ진짜이래やはりギースはダメ。左下のフレージが重要。なるべく早めに1本貯めていきたい。技を打っていきたい。そういうような削り合いになりますよね。技を当てれば当てるほど、ちょっと信じゃなれよ。ギス、ゲージ溜まってきますから、ガードの上からでもいいですからね。技をお互い触れることが重要。ボールエンドから、やっぱり代表的なまずギース対策というところで不動2択がありますけれども、ネーボンソースだ。ここ最近練習してるかどうかわかんないですが、練習してる時のダブルはまず通りませんね。はい、壁が近いです。襖を割らないと非常に狭いステージになる。このハワーで言うと、いやー、できてた。ゲージ溜まりそうですね。そこに触り合ってますからね。わー、アニランゴ保護ってなった。1アルフォー飛びました。一応その消極的な考えをすると、はい、ギースはラウンド1ラウンド目は取られても、まあ、ゲージが1本溜まってるんならまだよしと、はい、いう考えもありますよね。そうですね、まだ優先では。はい、 I'm PC play Steam Tekken PC play 状況ではあるんですけど、ここでさばいたのはダブル。いや、それおっタイガーファング確かに早い展開を作っていきますが、側面からあーつながっている。うまい。わ、これレイジですよ。もらんの控えるというこの判断の速さ。壁コンボ、ヘリを攻める。うわうまレイジアーツ心 KO 勝負。うわぁ、10万원。あに、저게일부러허치고레이저쓴것같은데지금センス悪い。リスクのない立ち途中技を打つっていう、はい、修正がある。確かに、うまい人ほどね手が勝手にやっちゃいますよね。そういうプレイを冗談が来てなくてもリスクない立ち途中技を打っちゃう。それを見越したレイジアーツでしたね。この早い展開でもうダブルがこのモイルを追い詰めていますが、オーボロエンド壁には張り付けませんでした。いや、うわ、100点安됐다。このオールバウンドもない。なんかゲージは1本あるんですよ。あー、そのゲージが掴んでいます。そして、襖があるでしょう。割れるのか。金山から大英剣、そしてダウン投げ完璧。命が繋がった。そうなんです、ギーサ本当にワンチャンス。なんか最後のノムマニテラスはちょっと取れるわ。第4ラウンド、ゲージはありません。先ほど使ってしまった。끝내려는생각없었는데툭틀려버려가지고말많이좀더해야되요네다가ここで疑念失脚で공중물에뿌리기기스라서끝까지割れるか。아이고대시가안나갔다意識が高いコンボ狙ったんですが、つながった。これはどういう意味か。投げてくれて、ゲージは1本今日ある。ここで決めないと。あ、メブン陣쪽에서고를수있나보네。だからモイルはジレンマですよね。ここでゲージを使うか、ファイナルラウンドまで取っとくのか。投げ抜けて使いたくないんでしょうが、できれば省エネでいきたい。はい、使っていく。まず使ってきました。シェイク権有利な状況を作って、さらダブル、おー、カウンター残るが有利な状況。ジャブワンツー、わー、いかんばい。大きなため息が韓国チーム側から漏れる。ファイナルラウンドです。しかもうまく触っているんで、またゲージ止まりそうですね。止まりそう、使えそうです。これで止まった。有利はギース。うわぁ、ドラゴンに。あいご、取り出しです。使ってる。どうなるか、緊張する。この一瞬めっちゃポイントだもんね、いご。あー、当たってしまった。あー、これはいい。ノーマップゲームで一輪山スクリューを使いながら、緊張するな。貼り付けて、割っていきます。側面ジャブから、うわぁ、狙ったんですが、距離が遠かった。ちょこんグレーが戻らず、あんでかった。ダブル、レイ状態で生かせば十分。ソムソルク、ソムソルク、おわ、トゥースマ。レイジアーツ警戒。いやー、クマス止めた。逆転、韓国プロシーンでは新顔とも言うべき。すごいほっぺたをぷよぷよされております。おお、マジかマジか。チャネルの喜びを何よ
どうしたどうした。これがあ、カステラがこれこれかかその뭐야일본쪽에서선수가갖고있는건데한국선수한테担当性風客일부러와서이제줄그게아니라서그런거はい。狙いやすいのはやっぱり狭いステージですよね。ラウンド1もありましたし、壁に追い詰めた時の二択も強い。あ、ライフ制限なもんね、韓国。壁を生かしてこその性能。そうですね。あたりを考えるとやっぱり狭い方が、はい、使いやすい、生かしやすいというところでしょうか。受けている。さあ、連関から。あ、どんどん取った。ノーノーと立ち回っております。ただこれでもう少し、ゴモイが触れれば、ああ両パン投げ決まりましたね。かなりやっぱりノーマー誰を相手にしてもプレーが変わらない。そうなんですよね。しかもその強い技当ててるんですよね。連関係を当てるシーン多かったですし、これまで出てた戦いでは2連関係をしっかり当てていきまして、はい、カウンターでちゃんと当ててるんですよね。城太郎選手も言ったのが、本当に技打ちのタイミング、読み合いのタイミングが常に変わる。うわー、저렇게낮은벽강으로하면바닥때문에다들어가네。안들어갈것같아요。들어간다。淡々とモイルの体力を奪い取っていきます。このまま、エボジャパンそうですか。もう、デデリー。はい、すみません。これ、カメラ、あかった。今までもう少し投げ抜けてる。反応にも定評があります。そのまま。ダブしてる。おお、デデリー。これはしっかりと。あ、いげ、이렇게끝내면그거니까10万円安全하게했나보다。見事。さっきスカイらしいジャンプでしたよね。うん。何でもつながりますからね。ここロロード아주꿀맛이겠다。レイザー쓸때마다꿀맛이겠다。うわ、10万円。キャラクターをやっててサブでギースやってもあんまり身につかないスキルの当て感だと思いますね。あの手の技は。これで分かんないですね。もう。しかもゲージも一歩。ああ、側面から。うわ、벽팅。진짜보겠다이거데미지。와。뒤로와서또。어？왜이렇게상황이안좋지오늘기스？분명히다맞아야되는게맞는데벽이한국선수들한테잘안도와주나보네。와，사바이티마스。切り返しを読んでいる。さあ、リーチですね。この場がリーチ。ここは一旦距離を取ってゲージを貯めたい。モールに対して前に出るのはノロマ。ゲージがないことも相まってちょっと後手に回ってしまってますが、手を出さないとゲージがたまらない。モール溜まりました、溜まりました。 RP 一発入ればとんでもないことになる。やはり RP を打っていきます。だがこれはラフ、うまい。おお、デミジバ至近距離の弾頭扇風機コンボを決める。これはチックずらし天魔からの방역해야이것같은데。아이고미스났다。올라간대요。승리해도10만원。레드레아마블하면10만원이에요。そうですね。1試合1試合が大事です。目の前の1試合を勝つことが大事になってくる。三島도저。고장이너무분위기가쩐다。저런데서수련하면무서워서이거。そうですね。ところが、いろんな運びコンボルートを持っているジュリアとしては、こう慣れてるステージの方がいいでしょうから。わあ、投手をしっかりとガードして、総流天使を生かしていきます。협객이요？협객은뭐죠？運んで、わあ、うまい！ジャブジャブ置いた。ああ、ただこのコンミスがかなり大きいぞ。確かにマイナス。いやあ、できない。膝鉄さんで返していきます。確かにたまにミスなりますよねあれ。フェア？レブ？ドライブ。すぐさん持ち返していく。これガード。ドライブ潰した。潰した。じゃあ二択に行く。どうだ。ああ、二択ひどっそ。二発目。いい感じのディレイでした。そうですね。ヒットしてるからこそ当たる選択肢でしたでしょう。最大までかけたディレイのおかげで当たった感じですよね。ディレイ幅が分かっている。ボロマのうまさが出た。中段から。に追い詰められているのはランチュ。이로이백대샷때손이렇게흔들리는거왜이렇게띠껍지反撃からの連関剣。와補正が切れている。오나라또쓰나止まらないぞノロマ。
나락을 되게 아낀다. 사람들이 나락을 잘 안 쓴다. 리로이로 리로이 나락 진짜 좋은데. 이노총 동시에 아토 1라운드 開幕 2節続け これガードしました。ですがもう一回ガード、相当このノルマが強気に行きますよ。 2-0 ですからね。うわー、来た。やはり3度目の正直。そのコンボもうなくない？そうですよね。ナッコマンチェソンが出るかと思うね。ですが決めていきます。決めていきましたね。油断。これはランチどうする？壁レージではない、ギリギリレージで止まっています。ワンワンから、와이거두번깔고안게만든다음에중단와벤이引き を取らそれを超える成績があれば韓国チームを優勝に導けます。勝利へ導けます。벤は1,2,3,4,5,6 저번에 UI 유에있는팀원중에한명이중계권따는데한번도와줬었어요。미호크였나그친구가한번도와줬어요。ソリモンガル、カズミの崩し下段の火力が跳ね上がる。はい。ヘリパッドステージ。しかしそれはリロイも同じです。ウォーブレイクを誘発できる下段を持っています。さあこれは割れるぞ。上階寸形で割っていく。방금저거아타수가많아서안됐겠구나아타수가많아서안됐겠구나기세め KO ですね。勝利、日本勝利まで。リロイド、그플라잉힐맞추고벽깬다음에플라잉힐맞추고이거긁는거쓰면바닥때문에안들어가나될것같은데ガードさせてもう一回行く。パワークラッシュ、パワークラッシュが回答か。確かにそのボブを使ってリロイと戦った時に、おお、センスが合いましたね。ブルさん、おお、カズミロ、저렇게백대시쳐서1타스크를날리고재벽강시킨거처음봤다。まだわかりません。1-1。早い展開を作るのはさん、やはりこういった展開とお得意。で壁側ですよ。ここで杖。あ、2択に行く。フリーフレームなので2択に行きました。しかも多分最速の総流門の隙間を縫える。そうですね。隙間隙間。くれど。おお、もう방금바닥때문에맞은것같은데。むしろ淡々としてるのはウルさんの。마지막에호랑이가바닥때문에들어간것같은데。作っていますか。ここでついに極楽。한국팀벽한번도안도와주다가마지막에한번도와준다。このダメージ。に球場のウルさん下段から、わあ、ハイキック。ウルさんも球場幾度となく救ってきたハイキック、カウンターヒット運んでいきます。置き攻め、ハイルさん追いついたぞ。だがジャンプから入るのはノロマ、レイジ連撃、ドライブをとりあえず打っていく。当たれば勝てる動き、膝だがハイキック当たらない。ノロマがレイヤー、わー、消えた、ちょろった。わー、勝利へリーチとなりました。あ、ジェバル、いけぞ、いけぞ、追い込まれたのは韓国チーム、ウルさん。勝利もこれは見てからリンコレッケ。ワツ細かい技、ジャブ置いていく。お互いレンジには入らない。細かい技の応酬、壁に近いのはウルさんの方だぞ。このまま逃げる。反撃、早い展開。ここは軸をずらしていく。ウルさん壁が怖い。근데진짜보는맛은없다。원잼원잼중단。진짜보는맛은없다。긴장은되는데。와지나가다마다짬발。와잘했다。首の皮一枚つながった韓国チーム。この表情です。ウルさん集中している。되게무슨생각의표정일까되게。すごい顔になってますね、ウルさん。緊張感표정인것같기도하고。本当に、その魂をかけるかのような表情。さあ次行くのは誰になりますか。ここからチームジャパンはウルさん完全包囲網ということで、ウルさんさえ倒せば。オミュースボント、ファクトリー、ヤマさん。八人がかりですか。八人がかり。チリチリが行くか。なるほど。パッドプレイヤーチリチリ。おや、ペドロへ。아근데저패드플레이어는진짜편하겠다。대회갈때그냥그컴팩트카메라호주머니에넣고다니는것처럼패드호주머니에넣고룰루루루이렇게가가지고대회장가서꽂고조이스틱은가방에담고가야되니까되게불편한데。
まあウルさんといえば、うん、そのここ最近よくお話ししておりますけれども、反応の速さ부담이많이되겠다判断혼자남아있어가지고부담이많이되겠다はい破壊していくのに適した技を持っていますから、うん、カズミ점되게매력점이잖아요저거일부러요즘은찍는사람도많던데그러니까점문신도있거든요요새그여자든남자든저부분에점찍는사람도요새많더라고요한30,000원인가하는것같은데이맵은진짜잘만들었다와저거와벽돌려서때리는거보다저렇게해서때리는게더센가보다아침드라마쟤확대한격です왜너는나를만나서우와아이고별광하려했는데실수했네우와우와우와잘때렸다탈세하이킥아뭐하이킥이었는데오토가이레이지드라이브맞아버렸어승부상못뛰었다디레이가깨나갔다이거는레이지드라이브로때려서이겼어도뒤에추가타때문에그코코로포인트가올라가네저도점뺐어요저는코옆에점이있었거든요코옆에점이있었는데어릴때부터그게너무보기싫은거예요저는그래갖고뺐는데근데그점도함부로빼면안된대요뭐알아보고빼야된다는데그냥저는제가보기싫어서뺐어요남자여기눈밑이랑이런데아닌가저는코옆에점이있었어가지고보기싫어갖고뺐어요자ふすまがあるぞうお透かし確定気味かうまい透かし確定細かい아니진짜잘하는건데진짜잘하는건데카즈미가카즈미한다하지만이겨야돼이겨야돼이겨줘우르사어디뭐지저미스인가오10만원10만원아10만원공중에날아가버렸대아깝다제가왔으면10만원올라가는거였는데지리지리의태도에우승을決める까それとも우르산마다고라이로가아바바격퇴するか오격퇴니에따라오잘살렸다가자우르산어귀왜안맞아이타가으안돼야이거너무세이거너무세다고데미지보정해야돼이거기원초냐고이거무슨 아니샤인데미지왜이렇게세냐고저거와아니저카운터데미지좀줄여야돼와저게죽네最後お得意の魂のスライディングチリチリの手で優勝を決めました。あ、でもこれ、これ、これ、벽광되고ダメージ따르는거고울산울산선수진짜갑자기멘탈깨졌겠다와그레이스타일でしたよね。そうですね。한국선수도고생많았습니다。그래도레이지아츠써가지고다들비행기값이상은나오지않았을까。そしてプロチャンピオンシップデビュー戦では日本を勝利に導きました。아이건잘한다근데진짜잘해大爆発